はい皆さんこんばんはー。こんばんばはーはいありがとうございます。拍手の音がいつもより多いような気もしますけれども。すごいっすねっていうかもう、えー <laughs> !?577 人ももう入ってますよ、びっくりした。ありがとうございます、スタートからたくさんの方に見ていただいてますけれども、はい、作戦通りですね。ですね。はい、<laughs> キラーコンテンツに便乗していこうという。はい ありがとうございますはい、じゃあそんな感じで改めてえ <laughs>、えー、CG ワールドチャンネル第20回目の配信締めの配信やっていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、そしてですね今日は CG ワールド創刊18周年記念特別配信はいそんなタイトルでやっていきたいと思っております、はい、この日のために予算をね投じたんですよね環境がいつもよりラグジュアリーな気がするんですけどね、はい、ですよね、沼倉さんが大きいですもんね 本当ですね <laughs> あとなんか明るいですね <laughs> <laughs> はいあのー、すいませんあのアラフォーのおっさんをこんなお写しにしても重要ないと思うんですが <laughs> はい、はい、ちょっと耐えて頂けれこのあと出てくるメイキング映像とか美麗なグラフィックとのあのはいあの比較対象物としてご容赦くださいはい何、はい、で,でこんなにリッチかというとですねあの我々が予算がたくさんついたわけではございません残念ながら残念はいあのー、今日はですね なんと、まあ、後ろの方に見えてますけれども、えー、と今日のメインの作品の制作をされた会社様、はいえー、スク u エアエニックスさんのです、ね、オフィスにお邪魔させていただいて、はい、そちらからの配信ということで今日はやらせていただいておりますびっくりしますね、我々一応19回ぐらいなんで、もう2年近くやってるはずなんですけど、はい、見たことない機材がいっぱいありますもんねそうですよね。 ああニコ生ってこうやってやるんだみたいなラ、うん、イトってあった方がいいんだなっていう <laughs> 本当です、ね、さっきうちのディレクターも欲しいなって言ってました, <laughs> ましたねそれをどう焼却するんだっていう話がわれわれの課題ですが、はいはい、そんなことはどうでもいい<え>貧乏くさい話は、はい、もう景気よくやっていきましょうはい、はい、えー、申し遅れましたが本日も陰で司会やらせていただきました阿部です今日もよろししくお願いします <laughs>、はい、ありがとうございます <laughs> はい そして皆さんの前にいますのが我らが編集長シージーバルドの編集長沼倉でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいいやですねあのいつもよりいいマイクなんでねあのなんか久しぶりになんか自由な動きで話せるぞって、ね、何の需要需要もないとは思うんですけどあのバットが触ったりするとあ最近なことになるんで <laughs> あ本当すみませんでしょ、はい、ちょっと <laughs> 不注意に頭のとこ触ってうわって言われたんではい。 はいそんなオープニングトークはこの辺りにしましてですねあそうですねあの年プレート見切れてますけど後であのああすいません <laughs> そんなこんなことまでできるんですよ即座に対応いただけるんですよらしいね毎月放送したいですけどね <laughs> 怒られます、ね、帰れって言われると思うんではい、はい、今回ははいそれではですね今日の番組紹介お品書きを はい、皆さんに見ていいいいただこうと思いますはい、はい、本日は皆さんメイキング早く見たいという方も多いと思いますけれども、えー、先週ですね土曜日9月7月の9日より公開になりました「キングスグレイブ・ファイナルファンタジー15」こちらのメイキング大スペシャルということで放送の方をお送りしたいと思いますはい、はい、CG ワールドの最新号こちらもですね7月の9日同じ日に発売になってますけれども、はい、こちらでも。 こちらでたっぷりとメイキングの方もですね掲載させていただいたんですが、えー、生ネーター、生解説はそうです、ね、今日の配信ということで見ていいいたただきたいと思います非常に大容量なデータなのでちょっとあのどう出そうかっていうのはあるんですけどあの特別にちょっと特感であのメイキングどうかみたいなのをご用意いただけたんで、はい、あの紙じゃ不可能な解説ができると思いますのでお期待ください、はいはい、ぜ,ひぜひ楽しみに待っててください。 その後質疑応答なんかもやらせていただきますんではいあの質問なんかもどしどしといただければと思いますはいそしてですね「えー、沼倉のよもやま話」こちらも大好評今日もやっていきたいと思いますないかもしれませんないかもしれませんお,お <laughs> ありますよあ、はい、そうですかそして CG ワールドからのお知らせ視聴者プレゼントというような、えー、お品書きで今日もやっていきたいと思います、はいはい、では早速ですけれどもメイキングスペシャルの方に移りたいと思います はい、はい、えーとですね、はい、<laughs> 大丈夫ですか阿部 <laughs> さん、はい、えっ、ー、と、本日はですね、ゲストのご紹介となります、えー、スクウェアリックスの野添武さん、ディレクターの野添武さんに、えー、まずはお越しいただきたいと思います、どうぞお入りください。はい、よろしくお願いいますすすごいですねこれ、CG よく再現しましたね。あれ作ったすごい合成技術だな。本当ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。あのちょっとまあえっとここからあのえっと安倍から引き継いで僕の方であのゆるりとゆるりとじゃないちゃんと進行進行していければって思うんですけど。はい。十八周年ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそあの。 それえっ、ー、とどれくらいなんでしたっけあのそういう意味で業界18周年近い感じなんでしたっけ僕業界は20年ぐらいですけどあのスクエーニックスに入社して、えー、17年目なんで<ー>一歳違いですね<ー>、はい、どうですかでもここまでここまで来たわけですよあの CG 表現っていうのはそうですねはい<う>自分でも驚いてます <laughs> <laughs> 今日はちょっとさあのえっ、ー、と先ほど阿部の話にもありましたけどあの えーと創刊18周年号216号っていうのがあるんですけどそちらであのキングスグレイブのメイキング特集、はい、メイン特集で扱わせていただいたご縁でごちょっとあの改めて振り返っていただければと思います。でまあ早速なんですけどああのまあ7月9日土曜日先週土曜日、はい、まだだから2日というか3日しか経ってないんですけどす、ねはい、まあいろんな舞台公演とかプレミア試写とかで、はい、あの壇上上がられたと思うんですけど、はい、反響とかどうでしたかあおかげさまであの いいろいろと素晴らしいちょっとでもそうですねあの「あもう舞台挨拶お疲れ様でした」とか「あの映画最高でした四国でも公開しろ」みたいな<笑><笑>それはちょっとね、はい、あの恩赦ではどうにもならない道路かな,な、ね、みたいな、はい、あんですけど <laughs> アニプレ配給のアニプレさんにあのお伝えしておきますんで <laughs> でもちょっとこういう放送を通じてなんかどんどん。 広まっていくといいくとでですよね読んで、はい、あのちょっとここで言っていいのか分かんないですけどヤフーの映画表のところはすごいハイスコアでそうですねびっくりしましたねあの <laughs> ステマじゃないです <laughs>、はい、ステマ,ステマは言われてるんですけどステマではないです、はい、でもいや本当にすごいですよあで今もコメントも来場者も986もう1000近くまで来てますねありがとうございます ちょっとそういう意味であ,のまあ僕も気になってんですけどまあ本当公開してまだ3日目とかなんですけど野添、はい、さんも気になると思うんですけどどれくらいまあご覧になったかとか聞いてみましょうかう、ねはい、ちょっとあのシンプルな2択なんですが、はいえー、とディレクターご用意できてますかちょっとあのアンケート取らせてください表示お願いしますおっ <laughs> これ,なんかこれは。<laughs> 複雑なことになってます。まあ、消えた。<れ>消えた。<laughs> ち,ょょ <laughs> ちょっとですね。あ、あ、でも。受けて。ます面白いですね。これ、あと三回やったら、だんだん怒られるパターンのことですけど。ね、今のところ、ーフです。カメラ止めろって言われた。<laughs> あ、ちょっとすみません。あの、本当ね、ラグジュアリーすぎて、あの。ニコナ、市場とニコ生す。メンバー、あの、ちょっと動揺してるんで。 あのご容赦ください <laughs> あでもその間に英語版増やしてほしいとかはいあでもあ来ました改めてじゃあちょっとアンケートをはいお願いしますはい、はい、安心してくださいシンプルな2択です <laughs> えー、キングスグレイブ、えー、見たまだ見ていないちょっとここははい2択で今のところどうですかね来場者のあの1085あ千1100ぐらいですけど 何パ,ー何パーぐらいだと思います野添さん的には20パーは見た人がはい逆でもいいですよ見た人80%でもいいですいや見た人20パーじゃないですかねかりましたちょっとじゃあちなみにあまりにもなんか殺到してるのが僕のマシンが今重くなっておりますあじゃあちょっとあのはい開票というか結果表示お願いします おお<ー>すごくないですか<ー><れ>ありがとうございますありがとうございますこれは期待値の高さだと思いますあとはまあ良かったというか嬉しいですね、えー、純粋にまあご覧になった方48.4%まだこれから見る、はい、見るかもしれない51.6% ところではい。まあ、これから見るとは書いてないですね <laughs>。<laughs> まだ見ていないです。<laughs> いやいやいやになりますよ。で、はい、あとねこれあのまあ、いつものニコラマですけどどんどん視聴者数増えますんで、はい、このちょっとシルバーになればいいですよね。あのそうですね。はいぜひ。はい。ちょっとそういったところで振り返れればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あでそうかもう一個じゃあちょっと聞きましょうか。あので。 まあ大体半分の方がご覧になったということなんですけど、はいはい、ちょっと逆に CG ュアドでいつも取ってるアンケートもやってみていいですか、はいお願いします CG ワ、あのー、まあえー、とアドニコーナーも何度かご覧になってる方なら慣れてらっしゃると思うんですけどちょっと皆さんがどういった属性の方かというアンケートを取らせてください、えー、ディレクター準備できましたかねどうですかもうちょっと <laughs> なんかもうコメント見ちゃいますね,これねいやー コメントのペースもですね、早いっすね、はい。目が回りますね。<laughs> あじゃあ、表示お願いします。4択でいきます。1番、CG 制作者。あの業種問いません。ゲーム系、実写 VFX、アニメ問わず、CG 関係者であるとあの。アーティスト、プロデューサーとかも問いません。2番、作品関係者。これはあの、キングスグレイブにあの何らかの形で関わっている。 あの内外問わず第2ビジネスディビジョンの方のか外部パートナーの方のかファンやファンこれはあのキングスグレームに限らずあの FF シリーズのファンという方で,で4番どれでもないたまたまちょっとニコ生愛用しててなんか盛り上がってるから来たぞみたいな方とかあるいは野添さんのご両親とか見てますかねあのー、はい見てると思います、はい、<laughs> 本当<で>すい <laughs> ませんね <laughs> えっとじゃあアンケートあのもう直感で答えてくださいちなみに僕はその他になりますあ <laughs> お出ますじゃあ表示お願いしますおーお,<ー>おーすごいなこれ今日ね<っ>かなりマニアックな話ですよ <laughs> <laughs> えっと1番 CG 制作者、まあ、いわゆる CG のプロみたいな方が16.2%ー普段ここがやっぱり多いんですよそうです、ね 作品関係者3.2% <laughs> 意外といるなみたいな感じですけどね3番ファン FF という作品のファン世界観のファン多いですね67.7<ー>、まあ、ほぼ7割でその他の方が12.8ちなみにちょっと4番の方どういった方なんですかね野添さんのご両親以外の方もいらっしゃると思うんでさっきあのアンチって出てましたよね <laughs> い拾わなてい,いいと思います <laughs>、はい、<laughs> ああ 引きこもりですなるほも外部の関係者の方も <laughs> <あ>母,母が見てくれてましたね <laughs>。誰の母だみたいな。あはい、あでも外部パートナーの方もいらっしゃいますね。<laughs> そうですね。えー。まあいろんな、でもいや、ファンの方多いな。そうですね。ちょっとびっくりしましたね。あでもいいんじゃないですか、これはまた。ちょっとマニアックな話なんで。 ちょっとついてこれるか心配です <laughs> いやもうそれすらも魅力だと思いますんで、はい、ちょっとじゃあ、えー、改めてここからメイキング振り返っていきたいと思います、はい、ちょっとあのまあえっ、ー、とご覧になった方が半数です逆にご覧になってない方半数の分なんで、はい、えと予告編見てもらいましょうかねはい、はいはい、えっ、ー、とじゃあ映像の方を流していただけますでしょうかお願いします 偉大なるレギス国王陛下にお目にかかれ光栄ですでは改めまして陛下私の自己紹介をお許しくださいアーデン・イズニアニフルハイム帝国の最初ですどうぞお見知りおきよ <laughs> さて我々は今日という記念すべき日に停戦をご提案しますだからお前ら王の剣など必要ない英雄ぶって 無駄死にしてるだけだ停戦協定を受け入れるほか道がないのだ陛下どうか王の刑に出動命令を陛下の決定は聞いた通りだインソムニアを除くすべてが帝国領となる 俺たちのョウが捨てられるんだお前はそれを黙って見てられるってのか民生全員にしても自分の子供は守ると世界のためです・・・・・気をつけろパラダ・来ロー いやーでも本当すごいビジュアルですねあ,ありがとうございます本当になかなかちょっともう素人的な感想しか出ないんですけどあのー、CG の,私のですよね <laughs> あのいやすごい中で、ね、いやだから何でしょうまあなんかほらいろいろなんか日本っても VFX 的にあのバジェット的にも無理じゃねえかとか言われる中であ,<ー>あのこういうのがあとほんと あの結構あの記事のところでも、はい、あの汚くおっしゃっていただきましたけど、まあ、企画としてスタートしたのが二年、まあ、約2年前で2年半ですね,半ですね 2>, 2年半弱ですねで本制作に関してはさらにまあ、はい、実質1年とかそうですねプロダクションワークっていうところだと1年強ですねそれがまあ,、はい、ま,あまずあの普通に日本で考えてもすごい超過密スケジュールだなっていう中で,うで,、ね、であとあのまあ それもちろんその秘策としてもこれからお話いただきますけど、はい、あのちょっと、まあ、海外のプロダクションに委ねたりって座組としても本当だから僕も取材したことないようなプロジェクトだなと思って、はい、あそうですねそうかもしれないですねはいなんでちょっとまあそれかなりだからあのいろんなことをお考えになってのこの企画だったと思うんですけど、はい、改めてちょっとまああの特集の方でも伺いましたけど、はい、なぜこう映画に しようと思ったのかってところをお聞かせいただければって思うんですけどえとまずですね、あのー、僕ら「ファイナルファンタジー15」の前身のプロジェクトで「ベルサス13」っンだったんですけどもそれがまああの全、ー、世代機ですねえっ、ー、とまあプレイステーション3だったり XBOX360 ターゲットで作ってたんですけども途中でですね じ時代機今の今世代期プレス4だったりとか、うん、Xbox1 Xbox ですねうん、うん、があの登場してですね、えー、まあいろいろと海外の方であのオープンワールドの RPG が出たりとかゲーム体験っていうのがかなり変わってきたっていうのがありまして現世,、ね、現世代機にあの変わるにあたって、えー、もう一度一からあのそこに適した ものに、うん、あの制作していこうっていうところがありまして、えー、まずそこのタイミングで僕らはあの新しい「ファイナルファンタジー15」のテーマをですね「うん、あの親子の絆」っていうところで決めましてうん、うん、あとはそのゲームの方はあの子供であるあの王子のノクティスの冒険の物語なんですけども「オープンワールド」っていうキーワードで。 お客さんの,その体験をすごく研ぎ澄ませようっていうコンセプトで動き出しましてで一方でその親子の絆っていう部分の,その親をじゃあどう表現するかっていう話し合いになりまして、えー、映像が適してるんじゃないかという結論に至りですね、えー、じゃあ親側のレギスの話を映像にしようっていうところからスタートしてます。 はまあだからしかも映像などでも一番まあグレードというか難易度が高い映画ってい,う,のがい、ね、うですねただそのまあ僕らとしては面白いかなっていうその挑戦しがいがあるなっていうのはありましたねうんそうだなあとはあれですかあの、まあ、当然映画ってなるとまああの今回もあのー 有名な俳優さんとか女優さんに、はい、あの日本語版の声を当てていただいたり、はい、も,もちろん英語版の,あの海外で先に公開される本も有名な役者さんで、はい、っていう意味じゃより知ってもらおうみたいなそうですねでやっぱりそのな,なんで映像かっていうところだと思うんですけどもあの映像自体がやっぱりそのどんな媒体でも見れるというかスーパーマルチプラットフォームだと思うのでうそういった意味ではあのより今まで。 えー、ファイナルファンタジーをあの遊んでいたんですけど最近遊ばなくなっちゃったとかそういった人たちに向けてうん、うん、より広く届けられるんじゃないかなっていう意味で、えー、っと映像にしています、はい、な結構それってもう前々から野添さん個人的には何か映画もやろうみたいなもちろんその僕個人の思いとしてはあの映像をやっぱり一歩やりたいっていうのはあったんですけれどもどちらかというとそのより適している 今回、そのプロジェクトの取り組みに適しているという形でスタートした感じですうんあとは、そういう意味じゃああの、えー、と作品としてはまあ親子の「f i f t e e っというゲーム含めてのがキーワードが親子なってところで、はい、そういう物語にしようってところだと思うんですけど、はい、あとはまあちょっと後ろにずっとあのニックスあの CG ワードの表紙にしていただいたのこの絵はすごいですね。いや本当 <laughs> あのなんか30代男性向けファッション誌のようだっていうコメントを見て、はい、なるほどって僕は思ったんですでもそれだけディテールが凝ったキャラクター表現、はい、あの本当あここだけの話ですねあの元データ CG r ールドの表紙って、まあ、印刷媒体なんで映像より当然、はい、いわゆる DPI とか PPI という解像度が高いんです、ね。はい であの「表紙をお願いします」っていう時に「あのいや HDO なんでちょっと無理ですね」って言われることがあるんですけどこれはあのベースとなった絵があるじゃないですか、はい、それがもう表紙の4倍ぐらい高解像度で <laughs> あの何の用途なんだろうって思ったんですけどそういうアートを作られてたってわけですもんね。でもそれだけだからまあディテールにやっぱりこだわりが。 皆さんとしてあるキャラクター描写としてのリアルなキャラクターをでリアルな芝居を描こうみたいなそうですねこの後あとこだわりのメンバーが続々と登場する予定ですけどもあの大野健みたいな今日でも気持ちなんか黒い服の方が多い気がするのは気のせいですかね年取ると大体黒くなってきますよね <laughs> <laughs> はいあのこの後ですね続々あの各校庭の,のキーマンの形にあの、はい、ちょっと。 あの舞台というかこちら側に回って回転てし,て、ね、していただきますけど、はいはい、そういうリアルなところをやっていこうということですね。で逆に、あのーえー、と映画であの海外での上映ももうかなり先に決まってたじゃないですか。すねえー、アメリカの方で、えー、8月19日から公開ですうそういう意味じゃだからあのこの映画っていうのを世界に向けて作ろうっていう。はい そうでもともと「ね、元々ファイナルファンタジー」がグローバル IP っていう形であの認知されてはいたのであの海外に向けて発信っていう形は以前から考えてましたそこら辺であと何でしょうだからそのこと物語みたいなのをどう作っていくみたいなのが、はい、特にあの、まあ、キャラクターとしてはやっぱり西洋系というか、はい、もちろんあの東洋系のキャラとかも。はい 出てくるんですけど、どうシナリオ、ストーリー作っていこうみたいなのも、ちょっとこだわりがあったんじゃないかなって思うんですけど、そうですね。もともとあのレギスサイドの。えー、まあ、ここまでミスじゃないですけども、うんうん、ええー、あらかたな話っていうのがもともと存在していて、うんうん、えっと、それをベースにあの話を進めていったんですけども、あの、まずはあの映画にしなきゃいけないので。うんうん えそれを要素分解してかつえ僕らとしては初めて見る人にあの初めて FF に触れる人にもなるべく分かりやすいようにっていう視点であのプランニングしてたんでえ主人公まあ主人公はお父,さんでもお父さんの歴史でもあるんですけどもその世界をあのぞく主人別の主人公としてえニックスっていうキャラクターを立ててそこからあの構成をしていったって感じですね。 ああとあのインタビューでもあのお話しいただきましたけど、はい、そのスククリプトドクター的なそうですねあのやっぱり、えー、僕らあの、プロではないので、そこの部分はプロではないので、まず日本国内で、あの数多くの映画をやられている脚本家の長谷川隆さんにご協力をいただいて、そこで作ったシナリオをもとに、えー、ローカライズ部、弊社の中にローカライズ部っていう。うんうんうん ゲームを作っ日本語で普通作るんですけどもその作った後にそに英語化したりとかフランス語化したりっていう部署があるんですけどそこのメンバーにも最初の段階に入ってもらって脚本をそこでローカライズしてかつそれをえハリウッドのですねあのシ,ナリオシナリオドクターって言ったら分かるんですかねあのシナリオを精査してえここが足りないよとかこのこの部分はもうちょっとこうした方がいいんじゃないっていうような。 あの見てくれる会社があるんですけども、えー、そこの会社さんと密にやり取りをして詰めていったっていう感じですそこへまあようだから、まあ、ハリウッド映画っぽいというかあのちゃんとだからエンターテインメントとしてそ,そうですねやっぱりその見ていただくにはあの幅広い方に見ていただきたいのでそういうところは結構時間をかけてやってますでシナリオは、まあ、今回プロジェクトがすごい短かったのでどうしてもその <laughs> ゲーム発売前に出さなきゃいけないっていうのがあったんで、えー、ちょっとょかなりトリッキーなんですけどえとシナリオをですね、えー、普,通普通3巻構成っていつまあ大体4ブロックで構成するんですけどもそれを1個1個フィックスに持ってってその間でもプロダクションワークが動いていくみたいな特殊なやり方をちょっとしたので最初はどうなるかなと思ったんですけどまあなんとか成立できたかなっていう,うにいやそこら辺がまああのー なんでしょうとにかく映画を作ろうってリアルな CG キャラクターでやろうっていうのが、はい、まあ多分世界的にもこういう表現の CG アニメーションってありそうでないんですよねあの僕が知ってる限りでもそうですね意外とないですね大体、うん、いい失敗するって言われるんで <laughs> リアルでやると。<laughs> まあ、様式化したキャラクターデザインになりますよね、はい。まず、そこがだから、ちょっと前人未到だなって言うんで。あと、多分、なおかつ、日本でやるっていう意味で、おっしゃったように、だから、その。あの、スユニットで、同時に作るとか、かなり、あの、まあ。シジアードの特殊な中でも、禁じ手みたいなことを、あえて。あ,あ、そう、ね。日本的には、多分、禁じ手だと思う <laughs> 僕らも二度とやりたくないですけど。<laughs> でも、今のところ、すごい、まあ、あの。 ちゃんんとこうやってお客さん、はい、ご覧になった方には面白かったよって言ってもらえるっていうのはちゃんと伝わってんだろうなって思いますけどね,ね、はい、ここ狙い通りだって言ってて言もいいんですよいや狙い通りからは <laughs> もうそうせざるを得なかった <laughs> そのシナリオのクオリティをやっぱり上げていきたかったっていうのが <laughs>、まあ、見て面白いものにしなきゃいけなかったんでんそこはどうしても時間かけたかったっていうのがあったんでちょっとこういう特殊な禁じ手っぽいやり方をしました。 同様に、まあ、ストーリーをちゃんと作った上であとそういう意味じゃだから、あのー、映像の方もだからクオリティ高くという意味じゃ、はい、今おっしゃったように同時並行で3幕同時で作っていきましょうですけど外部のパートナーさんにも積極的に参加してもらってみたいな作り方そうですねやっぱりその実際のプロダクションの期間がすごく短かったので、あのー、もう世界中のですね あの、パートナーさんにお願いして、うん、なんとかぎぎ成立したみたいな感じですね。この辺でも、あの、ぜひお願いしたかったで、実現したかったとかもちろん、あの。急遽参戦していた方もあると思うんですけど、はい、なんか印象的な。会社さんとかありますか。はい、えっ、ー、と、やっぱり、あの、オープニングのバトルシーンを、あの、やっていただいた。ジジックピクチャーズさんは、あの、僕ら、あ。言ってなかったですね。僕ら、あれなんですよ。あの。 これを作るにあたってでもともとビジュアルワークスっていうすレゼンターのそそ専門部署にいたんですけどもあのそこだとやっぱり会社の,あの機能部門というか中間部門なんで、うん、あの事業と事業にトライするってことがなかなか難しくてですね、うんえー、やっぱりその僕らとしてはその事業責任を負ってプロジェクトを全うしたいっていうのがあった、うんでこれ最初は「ファイナルファンタジー15」のゲーム自体の。 話したんですけど移動しまして、えー、と今は第2ビジネスディビジョンのムービーチームとして自作してます。これを言うの忘れてました。そうですね。まあ、そういう意味ちゃんだから第2、まあえー、とビジネスディビジョン略してても第 2BD か皆さん呼ばれてますけど、2> 2はい、これからだからどんどんなんか、あビ第 2BD ねみたいになるといいですね。はい、あの知ってもらえるといいですね。あの 2個, 2, 2個あるよっていうのが <laughs> はい <laughs> あとはそうかなるほどないやどうマネジメントしてたのかなんかほ気になりますけどねそうですねでさっきの話に戻りますとそのディ、えー、ジックピクチャーズさんの話だったと思うんですけど、はい、あの僕としてはやっぱりその今までゲームのムービーをやっていた会社さんと今回その映画 まあ映像作品というところにチャレンジしていきたいなっていう思いがあったんでずっと僕らとしてもあの PV が上がるたびにすごく注目していた会社がディジックピクチャー r さんだったんでうん、うん、どうしても一緒にやりたいなっていう思いがあってですねうん、うん、なんとかハンガリーまで行ってお話しさせていただいてなんとかやっていただけないかっていう話をしに行ったらですねうん、うん、実はその向こうの,あの社長ですねトップの あのアレックスさんがもともとホノルルで弊社の, <laughs> あの「ファイナルファンタジー」の映画を担当されていてもうこれは絶対やらしうちとしても絶対やりたいっていうお話をしていただいてです、ね、<ー>なんとか地図現にこぎつけた感じですおいそういう意味じゃ、まあ、もちろんあのファンだからっていうのもきっかけにはなりますけどでも、はい、それだけじゃ完成までいかないですもんねそうですね。 あとあの外部の方にってみじゃああのお任せとかはお任せしてみたいなところもあ,、はい、ありますけど逆にあの第 2BD といいますか今までの FF のこういうハイ,ハイエンドなキャラクター、はい、CG アニメーション表現をあのどうやってたかっていう秘伝のところを開示するみたいなところもあったと思うんですけど、はい、そうですね基本的にはあのやっぱり1本の映画になるんで、うん、ちょっとばらつきが。 あ,のあまり違う手法を取っちゃうとバらつきが多く出てきちゃうんでそこはうちの技術をすべて開示してですねえこういうやり方をしているよっていうあの話をしつつツールの提供とかも行ってあの絵の,あの均等化を図った感じがあります英断、うんまあ、というかちょっとだ、まあ、すごいそれほどの決意のかさだなって、はい、もあの野添さんがちょっと淡々とお話になるんで、はい。 すごい決意だなとしか思わないんですけど怖いとか不安なところはなかったんですか全くあんまりそういうの考えないタイプでやらなきゃいけないことに対して純粋にこうやったらいいんじゃないかなっていうふうに比較的第 2BD のメンバー全員そんな傾向があってあまりそういったあの不安とかは感じなかったですね。な <laughs> <ーん S 2> なるほどなるほほどど それ考,えない考えるけどポジティブに捉える、なんかいや、コツみたいなのあれをぜひ教えてほしいなと思うんですけど。どんんなな放送なんですか <laughs> <laughs> 結構なんかなバット短く持っちゃいがちじゃないですか。あバット短く持った方がいいと思います、ね、<laughs> あそうですか。 ちょっと、あのそうですねで、デジックさんとか、あのちょっと詳しくはあは CG アウトのあの,、えっと、あの JP というウェブサイトのほうにも出てますけど、はい、あのここらへんの概要の話はご覧になってもらえればと思うんですけど、あ<の><こ>デジックさんだけじゃなくて、ですね本当に名だたるプロダクションの方々が今回、協力していただいてるんで、うん、そういう意味では、あのちょっと見比べるのも面白いかもしれないですしだんだんまた、そのど,どこがどうやったかっていう情報も出てくるでしょうからね。 ななんんかいいいいろんな話が広まっていくといいですね、はい、すごい,いや、そういう意味では海外のプロダクションさんと密にやるっていう経験も今、もしかしたら、第 2BD の皆さんが一番幅広くあと深く持ってる気がしますよ。そうかもしれないですね。みんな苦労してましたからね。ちょっとあのあちらであの、大野健のマネージメント寄りの方が微笑んでらっしゃいますけど。はい コメントを見て笑ってるのか、こっちの話を聞いて笑ってるのか分かんないですけど、ねね、今コメントありましたけど、はい、ポリゴンピクチャーズさんもとか、あの<あ>日本のプロダクションさんもかなり、ねはい、いや、かなりです、ねはい、助けていただいて、作品、映画ご覧になった方は、すごい長いエンドロールで、そうですね、あそこもいたんだってあると思いますけど、はい。若干モーションブラーがかかるエンドロールですけど。<laughs> <laughs> はいありがとうございます。はい、ちょっとあの 積もる話がキリがななさそうあと、はい、あのみんな多分絵を早く見せろみたいな思いが出てくると思うんで、はい、んちょっとじゃあここから具体的にあの大野健たちも招いて、はい、えとどういうふうにあのビジュアライズっていうか映像化させていったのかってところを話していければと思いますんで、はい、引き続きよろしくお願いします,ししますちょっとじゃあまずはアート周りのところからいきましょうかうです、ね、はいじゃあちょっとえっ、ー、と 準備を画面の切り替え含め準備をお願いします。 人が増えました <laughs> はいあのさっきあの、えー、とスライド表示出たと思うんですけどアートディテクション、えー、まあプロダクションデザインとか言ったりあとはあの細かい話だとあのキャラクターデザインだったり世界観っていうところをあのまずまず。 どういうふうに作っていったかっていうところは、あのアートディレクターのお二人を交えて。振り返っていただいければと思いますんで、よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえっと、じゃあ、あのお二人順番に自己紹介からお願いします。はい、じゃあ、えっ、ー、と、二木さんの方から。はい。えー、今回、えー、キャラクター方面のアートディレクションをやっています。二木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、えー、エンバイラメント背景の、えー、アートディレクターをやっております井田と申しますよろしくお願いしますちょっと黒服で染まっちゃってす、ね、<laughs> <laughs> ごいちょっとまあ取材では本当まあこれから上がっていく方に本当お世話になりましたと言いつつ本当すごい強行スケジュールです <laughs> すいませんでしたってお詫びしていきたいところなんですが改めて本当お世話になりました ちょっとじゃあまずキャラクターの方からいきましょうか。えっ、ー、と、ちょっとじゃあ、えっ、ー、と、あの、絵も出せればとは思うんですけど、えっ、ー、と、あれちょ,ちょっと待ってくださいね。僕のマシンが今、レインボーカーソルが <laughs> 出てて、<laughs> 少々お待ちいただけますか。いや、おーい。まずいですね、これ。<laughs> 僕のマシーンがちょっと5年選手で最近機嫌悪くなんですよね。アートもちょこちょょここ持ってきまましたすみませんですあちなみにそれはどういったアートなんですかねこれはあのもう最終的な、えー、アートに近いものですねあの。メイキングでこれから言うのって、えー、とちょっと初期のアートなんかもちょっと用意しながらなんですけど。 まあサンプルとして今回使えたらっていうので、まあ、いくつかあのネタバレにならない範囲であの持ってきました、はい、えとそう言ってる間に僕が復活しろって。 っていう感じなんですがもう少々もうちょっとお見せします。さすがですね <laughs>、まあ、キングスグレイブのデータはね <laughs> 重いんですよ本当。2D ですよ <laughs> 2D もでも<あ>でもレギスだったりとかまあえー、っとルーナの靴もなんかこれぐらいのディテールで今回用意するんでちょっとたい死にました、ね <laughs> しかもこれ走れないっていう、あのー。高い方のヒールだと、ちょっとルーナが結構走りもあるんで。うん、走れないということで、急遽。ね、あのー、低めのヒールも用意したりなんか。意外に細かいとこやった。いや。すいませんね、なんか。いやいや <laughs> あ,あ、そうですね、<laughs> ちょっと。お <laughs>、はい、かしいな。リハでは良かったのにな。 すいません、少々お待ちください。<laughs> クローとかも、こんな感じに書いてます。今回、結構、その、着替えることにこだわって。あの、いろんな服を着て,てますね。うん、まあ、今、あの。ドレス姿のなぜっていうのを着てましたけど。はいはい、まあ、あれって、あの、もともと調印式を祝うために、ルーナが、この。入国して、そのまま巻き込まれていく。 いうあの流れがあるので、まあドレスのまんま演技が続いています。そういう理由です。私服も結構黒とか、まあ私服っていうかあのカスタムですけど、結構こだわって書いてますね。そうですね。はい、今回はあの王の剣がやはりえっと国のカラーが黒ということで、はい、割と黒基調のあのしかも あの彼が軍人なんであのであんまり派手,派手すぎないっていうことでやっていったので、はい、まあ私服の方で少し色がつえてっていう感じのバランスでやっていっありがとうございますそしてお待たせしました、はい、あの画面じゃ切り替えていただけますでしょうか、はい、ちょうどあの黒みたいなお話出ましたけど、うん、改めてちょっと仁木さんじゃこの絵を。 どういった時に絵が描いたに描ものなのなかそうですねこれはえー、っと多分プリプロ初めちょうど2年前ぐらいですか、ね、初期ですね,ねはい本当にまだプリプロで動き始めた時で、はい、えっと始めて45日後ぐらいに出してた時なんですが<ー>まあこれポイントとしてはあの今回 3D アーティストたちに随分このアートの方も手伝ってもらったんですねでうんうん、うん あのなぜかというとやはり 2D アーティストたちがあの今まで社内でもずいぶんやってきたんですが、うん、3D の最先端で実際にものを作って、うん、細かいとこまでごまかしなくやってきた人たちの目の解像度とか、うん、えっていうとこはもうあのものすごい領域に達していてやはりそこを 2D と垣根をなくしてお互いにアイディアを出し合うことで。えー 新しい世界が開けないかなっていうポイントで。えっ、ー、と、まあ、ここら辺のアートなんかも。初期に、えっ、ー、と、みんなで出し。あった、アートの一部です。あと、そういう意味じゃ、あの、かなり初期ってことですけど、あの、等身がやっぱり高いですよね。えー、あの、真ん中のとか。 本当,に本当に初期の初期のニックスで描いたやつなんですが FF、うん、の,の伝統的なキャラクターってやっぱりすごく等身が高いんです、うん、で今回 3D スキャンデという技術でーベースに進めるってことはまあ初めから決まっていたんですが FF、うんの,まあのキャラクターたちの印象を損ねずに一緒に並べようっていった時にちょっと等身の調整をしてみようかってことで最初少し小さかったんです。身が高いキャラクターを えっと試してみたんですがやはり今回のリアリティでちょっとそこの投資を無理にいじると逆にちょっと違和感が出てしまってなのでまあそういうテストも経てえ今回はえリアルに振り切ろうという方針で進めましたなるほどなるほどちょっと他のも見てみましょうかあれ <laughs> ちょっと待ってくださいね <laughs> <laughs> えっとねえっとートを紹介しましょうか別にハ <laughs> <laughs> まあ、ちなみに今の映ってたの「オニックス」の初期だけではなくて一番左レギスだったりするんですけどそれからその隣にちょっと立っていた謎のキャラクターが交換、えーと,まあ、とかルスあレギスの横に置くキャラクターとしてちょっとあのイメージしていた者たちが、えー、とレギス周りにいる、えー、とル,シルシスの政府交換たちの衣装やなんかになって残っていきました。 どれ行きますかねえー、っとどれ行きますかねって言うとレインボーマーマクです <laughs> <laughs> すいませんね表示したものを説明しましょう急にいやありがとうございます即興的ななんでリハの時はちゃんと出てたんですけどねまああと取り組みがね今回その主人公作る時に <laughs> あの本当にここにいるアートディレクターの日とうん、うん、あとそのキャラクターのあの モデルのスーパーバイダーの鈴木と、えー、あとキャラクターの,あのモデリングのアーティストの、えー、と名前忘れちゃった伊藤山君かああ、はい、<laughs> と僕で結構もう2気のブースに行ってですね、うん、ああでもないこうでもないとか <laughs>、はい、あのここ追加してここ消してとか、うん、結構一緒に PC されながらあのデザインワークをやったりとかしてかなりあのうちの会社としては珍しい。あの ほみだったんじゃないかなっていうふうに。なるほど。ね、あのブースで仕切られてた時代とはだいぶ違って。ね、<laughs> あの狭い空間に何人も一緒になって、はい、なんかああでもないこうでもないやってましたね。はい、それでも、日記さん的にも、ね、新鮮な感じなんですか。そうですね。あの、うん、アートってやっぱり、あの孤独に書く時間も大事なんですけど。うん、なかなかこう、意見言ってもらえないことも多いので、<ー>率直にこう。 あの他のセクションだったり、いろんな人の意見が入ってきた。まあ女性の意見がすごい大事。あのそういうのがブースでいるときにいろんな人から言われる意見っていうのがすごく参考になってます。編集長いかがでしょうか。香港でなんか出、ね、てぎましょう <laughs>。失礼しました。えっと大丈夫か,なか大丈夫だ日が。<laughs> なんだろう、メモリを使い切ったみたいです、ね。出していいね、なんかちょっと色。あ。はい、すみません、じゃあ、そちらを。まあこれとか、髪型なんですけど。まあ、さっき、あの、結構苦労が、良かったって言ってくださってる方、もいたんですが。あの、まあ、上が、えー。こっちですね。上の方、最初のデザイン画として、ラフで描いたもので。えー、実際、これをもとに、プラ、プラの。 あのヘアメイクアーティストとちょっと話をさせていただいてであの問題点をいろいろと洗い出したら、まあ、この量の紙を持ってくるにはこっからこんだけ持ってこないといけないけど足りないとかいやあのファンタジーな 2D ならではのファンタジーになってた髪型をやっぱり全部プロの方に、えー、一度最初から作っていただいてもう破綻のないものを作るっていう、まあ、これぐらいの。えー まあ実際に作れるんじゃないかっていうところを目指して時にはプロの力も借りて進めていましたこれはあの以前あの僕らのチームでやったアグニーズフィロソフィーっていうプロジェクトでやった試みをあのアップデートした感じ今回なので NIX ク,クロウそれからルーナーですねルーナーはゲーム版と同じ髪型になるんですがその3人はヘアメイクのプロにて ちょっと難しい髪型だったんでお願いしてやっています。あとメイクとかもあそうですね、はい、メイクも同じ方にちょっとあのいろいろとご相談してまあ、えー、ネイル一つまでいろいろとアドバイスいただいてルーナのネイルまでちょっとフレンチネイルっていうあのまあ用語とかいただいて調べて、はい、あのそういうものを細かく使ったりしているので、はい、あの劇中で 気になったらよくく見てみてみださい。キャラクターデザインっていうよりは多分映画の衣装デザインだったりとか、ね、メイクだったりとかヘアメイクだったりとかそういうイメージで進めていきました。ちょっとこの領域っていうのは本当に未知の領域だったんであの今回もう一つのポイントであの海外のアーティストにも随分お願いをしてデザインが描いていただいたんですが。 まあここまでボタンの一つから何から細かく描かされるっていうのはちょっと初めてで向こ,う <laughs> 向こうのアーティストも嫌になっちゃってたんで <laughs> そこら辺でもやっぱり CG アニメーションだからってことなんですかねあの実写だったら多分これみたいなのがありそうな気はしますけどねあとリアルなって言いますか、ええうん、なんで細部までデザインしなきゃいけないっていう。ちょっとねあの 結構大野県の衣装とかもかなり細かいところまで凝って作っているちょっと今画面切り替えられますかね、はい、僕のマシンえっ、ー、とすいませんあのフル画面にするとメモリーが開くなるんで <laughs> ちょっとサムネイルが横にいますけどこれなんかもだからかなり細かいですよねこれはどういったものなんでしょうかう、ね、あのこれ、えー、ドラッドっていう大野県のえっ、ー、とまあ 将軍ですね。うん、のデザインなんですが、まあ、これちょっともうて画面で見ても分かんないと思うんですけどこれ左の上の方にちょろちょろっとあるのが鎖の一本一 <laughs> 個一個の形のデザインとボタンのデザインファスナーのデザインみたいなのをみんなやらされましたね。結構当然他のキャラクターもってことですもんね。 なるべく効率化しながら作っていったんですが一、まあ、人では当然全部回らないのでいろんな人に助けていただいて進んだ感じがしますあこれは、えー、NIX のプロトタイプ、はいえー、この時ってまだ 3D スキャンではなくてあの別のデータをも、えー、とに試作として作ったものなんですが、えー、あそうなんですか、ね。 でまだこの時は<ー>えっは、と、モデルさんが決まっていなくてスキャン前だったので、まあ、これでいろいろと検証を進めていたんですが、まあ、今見ると、まあ、ちょっと違うんしクオリティにはちょっと問題があるんですが、うん、まあ面影は当初話し合って進めていたので今でもあるなとコメント見ててもみんなすごいっていう方が。<laughs> ここのこのキャラクターを作りながらいろんな勉強を 2D 的にもさせてもらって、うん、えっと最終版の NIX に生かしていったっていう感じです、ね、なるほどなるほど最初僕らそのプロダクションに入る前に、うん、プリプロの段階でですねあのテストのシーケンスを1本作ってたんですちょっとネタバレになっちゃって言えないんですけどその信用のデータが今の,の NIX ですね、うん、なるほどなるほど そこでそのシェーダーの使用だったりとか技術の使用、まあ、後ほどお話ありますけど、リ,リグだったりとか、どういうレベルで今回は落とすのかっていうところを検証していった感じですね。うん、ちなみにこれはどういったものなんでしょうこれはですね、僕は実は、実は手をあのもう、降参した分野で <laughs> <laughs> あの、今回、演出上、顔を見せる場面があったり、フードを外す場面、フードで。 顔を隠す場面それから前の布の開閉だったりいろんな演出がしたいっていう相談がありましたのでそのギミックを全部一と通り満たすためっていう、えー、と条件がちょっと 2D 上ではやっぱりシミュレーションが全部難しかったのでこういう場合はやっぱり 3D のアプローチの方が早いだろうということで、うん、3D のアーティストたちに。 あの助けです、ね、これだけのパターンをいろいろと用意していただいて、うん、一応ちゃんと、あのー、破綻のない実際に作ろうと思ったら何とかいくギミックを作っていただきましたあのその気になる方がこの格好でなれるってことですよね <laughs> あの, <laughs> あの物理的にもちゃんとなってるっていう。ええあのーまあ、が、えー、と右側にちょっと、あのー 角角角でですす広いこんな状態角があの,の装飾であるんですが、まあ、ああいうものがちゃんとずり落ちないようにうあご<の>にベルトがついてちゃんと固定できるようになったりということも、まあ、あんまり見えないんですけどちゃんと考えていきたりあの左下のところの下段の方が角ありっていうニクスのバイザーのデザインってことですよね。はい、そうです なるほどいだからまあ 2D と 3D 垣根を超えてっていうのは僕が今までのなんか認識でいう,もうアートディレクションというかキャラクターデザイン以上の範疇に及んでいるなっていうか面白いですねなかなか。あのやっぱりあの全ては 2D だけではできない領域に行っていたのでできないところは素直に 3D アーティストたちの力を借りて。 今回は完成させたというこれも先ほどのニックスと同様に初期というか<あ>、まあ、こちらはもう完成ですねああなるほどなるほどああいう経過を経て最終版として、えー、まあ一つ一つ細かく作っていくとこういう状態になる感じです、まあこれ角って書いてありますけど <laughs> これ王冠です あのー、角ではない多分劇中結構気になる方いるかと思うんですがこれ王冠としてちょっとデザインしたものなのでまあ着脱可能という、うん、はい。どう乗ってるの挟むよう乗ってますこれも最終になるんですかねそうですえー、これはドラッドの最終です だからあのいわゆるなんかあーデザイン画っていうと僕はどうしても 2D のものって思っちゃうんですけどもう完全 3D に撮ってますよね、はいあのーまあ。ルーナの衣装なんかもすごい難しくて、うん、実は途中でやっぱりいただいたものに対してさらにこうディテールを詰めたデザイン画を返したりっていうやり取りがありました一度ではやっぱり全て表現しきれなかったので解像度上げながら何度もやり取りするようなことが、うん。 このニックスなんかもだからあの先ほどの細かいパーツのデザインっていうのもしっかりだから反映されてますよねあの <laughs> すごいないやで先ほどの冒頭でおっしゃってようだからまあプロジェクトしては2年半ですけどっていうのがディテールもすごいちゃんと作り込まれてるから本当どうやったのか不思議でなんないですけどね、うん、僕らも今振り返ると あんまり覚えてないですね。記憶ないですね。<laughs> <laughs> 本当に。二年くらい記憶が定めて。そうですね。おお、すごい集中力、クリエイターの集中力ってすごいんだなって思いました。はい、ありがとうございます。ちょっと、あの、キャラクター周りは一通り、すみません、あの、フリップというか、あの、プリン出力もご用意いただいて助かったんですが。 あちょっと画面切り替えていただいていいですか続けてじゃあえっ、ー、とエンバイロメントの方をえっ、ー、と見れればって思うんですけどこれどうしましょうかあの先ほどご用意いただいたムービー見てもらム,ムービービ大丈夫ですかあのあ僕は大丈夫ですよあの、ま、マシン的にあ多分多分大丈夫です <laughs>

振り返っていただければと思うんですけど、背景につい、はい、エンバイロメントについてはどういうふうにそのデザインをされていかれたんですか。そうですね。もともとその、あのインソムニア。でお話しすると、あのまあ新宿。をこう売りにしている部分っていうのがご存知な方もいるのかもしれないんですけど。まあ今回はあの、もうちょっとワールドワイドな感じで。 外国の方から見た東京みたいなの結構イメージしてましてあの、まあ、新宿だけだと面白くないのでちょっとファンタジー要素的なものを足すという形で新しいインソムニアを作っていったんですがあのベース的にはあの以前新宿ベースでファンタジーを足すというよりももうちょっとヨーロッパだったりとかしっかりしたあのデザインの上に。 新宿の要素を足していくみたいな形でちょっとその見る方が馴染みのあるちょっとちょっと足を伸ばせばちょっと見れるんじゃないかなっていうその都市ファンタジーみたいなやつを目指して作ってましたね。なんであので劇場出た方でもしかしたらあ,のあなんかコインソムニアじゃないみたいな感想を持った方もいるのかなとそこら辺あでもそうかそういう意味では。 そのそれっぽいのがいいですよねそれっぽい <laughs> あじゃあ1枚の方がいいのかなえー、っとよいしょす,<笑><笑>すごいすいませんなんか急に <laughs> 不機嫌になってしまうあお待たせしましたあじゃあ画面切り替えをお願いします こちらが今言ったようなそうですねあのどことなく例えば日本人であればどことなくあの見たことがある景色じゃないかなと言いつつもあの外国の方が見ても違和感のないあの都市構造でそこに東京の,あのネオンサインとかが入ってくるようなあの割といろんな国の方が見てフォートをこう。 思えるようなものを目指して作ってあります、ね、なんで、東京といえば東京だけど、ちょっと、あの、西洋っぽい部分も、うん、なんかヨーロッパっぽいのはあるなって思います。はいはい、あと、あの、コメントにもありましたけど、その、プロダクトプレイスメントというか、実際の企業さんの広告が載ってんのはそうですね、やっぱり、あのー、そういう広告って結構キャッチーな色使いとかでできてるので、パッと印象的にこう、 入りやすいと思うのでそこにどこか見たことあるあの今回、あのー、入れさせていた曲は割とそういう馴染みのあるものではないかなとは思うのでそれもスッ、あのー、とこう世界に入っていける一つの要因かなとは思いますね。一転してこちらはあのー、そうですこれ、あのー、かなり前のトレーラーで出てきたもので、あのー、今回そんなにいじってないんですけれども。 割とその設定的にここはオート城の内部なのであのオート城の内部は東京の,あの建物の中というよりももうちょっとデザインされたものという設定で、えー、ここ割とあのオート城の中では古い場所っていう設定ではありますね。なんで会議室とは言ってるんですけど会議室っぽくは見えないんですけどでここあの今回の,あのプロジェクトで 改めて用意したもので多分オート城内ってあんまり今までも出てこなかったと思うんですけど割とあの東京ここは東京の古い建築の,あのデザインとかを借りてあなるほど,なるほどそれと外国っぽいコテコテの西洋建築っていうよりはあの、まあ、もしかしたら行ったことある方いるかもしれないですけど東京駅周辺の 古いあの1930年代とかのあの歴史主義建築とかをちょっとモチーフにして、外国の方が見て若干の違和感があるようなデザインにしてますね。なんか日本橋とかにありそう。そうですね。あの今回外国のアーティストあの結構頼んでるんですけどもやっぱりあの外国とはちょっと違うねっていう意見はやっぱりいい意味でもらってますね。 ここもあの中盤あたりで出てくるあの室内なんですけどここもわりかし東京のどこかにありそうなモチーフをっていう形で作ってるのでヨーロッパの,あのコテコテの西洋ファンタジーとはちょっと違うデザインにはなってますね。今コメントでレンズ収差がいい感じってこれあのー、軽く入れてみたんですけど、あのー、意外と。 CG であんまり魚眼ないのでそれがちょっと生々しく見えるっていうのもある、うん、まあ一番の理由は一枚の絵にいろんなものを収めたかったっていうのがあって、うん、あのどうしても静止画で切り取っちゃうと映る領域狭くなるので割とあの魚眼とかだと端から端まで映るみたいなので結構初期は魚眼をよく使ってましたその意味ではあの。井上さんもあの、まああの アートのところで 2D と 3D の融合っていう意味じゃ、はまさに礼さんご自身ももともと 3D といいますかプロップの s v とかやられて今の仕事っていうそう,、はい、そういう意味じゃ手段によっては 3D であのアートを作るみたいなところも結構積極的にそうです、ね、今あの出てたこれより1個前出てですとかはあのデザインする上で前からあのマイヤを使ってデザインをしていた経緯があるので。 2D3D っていう書き値をあの、まあ、撮りたかったわけではないんですけれども、まあ、3D で作ってあれば最終的にすぐ動かすこともできるし例えばモーションキャプチャー撮る時とかもそのままデータ流用できるので割とあの、まあ、せっかちなプロジェクトだったので <laughs> すぐ答えにつなげられるという意味では 2D よりもうちょっと進んだ形でっていうのがありますね。 ここ今あのシーンのムービーなんですけれどもであのモデルで一気に作っちゃうのですぐにこうやってレンダリングができるっていうのがあってあのまあやっぱり 2D だけだとどうしても全体のイメージが捉えづらいのであの雰囲気自体を 3D でパッと作るっていうのは今回はかなり取り入れてましたね。 でこれがその例えばあの外部のスタジオの方では、まあ、ゴールが見えやすいっていうのもあるのでこれを渡して、まあ、こういうことをやりたいんですよっていうのを伝えるためにも、まあ、アートの範疇でまで、あ、動画を入れていいのか分かんないですけども、まあ、これも我々としてはアートですという形で。動くアートなんてや <laughs> 取材雰囲気が動いたら かみやすかったりとか今みたいにあのいろんなシチュエーションが1個の動画でまとまってるので、まあ、このシーン夜はないんですけれどもこれもあのすぐにパパッと作ってパッとレンダリングしてであの例えば何か所のトレーラーにそのままあの利用したりとかっていうこともあったので、まあ、取り組みとしては今回これは結構良かったかなと思います。 いや本当なんかイメージが広がるんだろうなぁとあ<の> <laughs> 素人的に見てて思いましたけどそういう意味かねです、はい、結構あの取材の時に伺いましたけどこういうで作ったものが何でしょう本番にもっていうか採用されたみたいな、ね。これは割と え中盤よりちょっと前ぐらいでまだあのアセット作業がそんなにあの進んでない段階だったんですけれどもあのこれ今のは完成画像なんですけどあの出来上がったものをあのエフェクトとかカメラとか入れてどんどん絵を作っていってでその絵をあのトレーラーとかに使ってそのままフィニッシュまでっていう。 形ででやったシーンですねなのでこのショット、うん、あのトレーラーにも入ってるんですけど、うん、かなりあの前段階でもう作られていたものですね、うん、そうかなるほどな動きますかこれもあの室内のシーンなんですけど 実際あのこの通り作らなきゃいけないっていうものではもちろんなくてなんか見てあのイメージをパッとつかみやすいものとして作ってます結構なんか今後広まるんじゃないか業界的にとか <laughs> そ,うそうですね <laughs> まあちょっとあのー、<laughs> 今回は割と全部あのエフェクトとかもやってたので結構しんどいものがあったんですけどまあもうちょっとあのー <laughs> 何人かで取り組めるようなな形になると割とそのアートができましたセットができましたっていう流れよりもあのすぐにすんなりとあの作品の,あの絵作りの方に入れると思うのでもうちょっとあの人数でこう増やしてやっていくともっと良くなるのかなと思います、ね。 ちょっとすいません今また別の音を <laughs> あの予告なく切り替えて失礼しましたあのまさかこんな変化に時間がかかる <laughs> 実際でもどうですかノズエさんとしてはまあよりまあでも今までもこのやり方はやらんで,、ね、ですねあの入れとも結構長いので、うん、あのもう入れの方にお任せして入れと入れともともとあの バックグラウンドのモデルのスーパーバイザーでもあってですね BG チームと今もかなり親和性が高いので出、うん、の方に結構お任せしちゃってます、ね、あ確かにあの取材でもおっしゃってましたけどこの後にご紹介だくあのアセット版とまさにシームレスにです、ね、やっぱりあのやっぱりモ,モーションキャプチャーとかアニメーションをやるっていうモデルがすでに あのアートなんかで用意されてるっていうことが、まあ、多いので割とそのハリウッドとかではあるのかもしれないんですけども 2D を 2D で起こすだけじゃなくてもちろん 2D でやるときもあるんですけど 3D でやるとそういうあのスムーズな流れができるっていうのはすごい大きいかなと思います。ななるほどなすごごい、はいいいあっっとう間にあせっかくご用意たただいた動画を ちょっとちょっと待ってくださいね。大丈夫かな流れるかなああ、そっか。はい、あじゃあお待たせしました。画面切り替えをお願いします。ちょっとこれ再生が早いんですかねまあ、そうですコマ送りした方がいいのかな。ちょっとあの画像だけだとあれなので、モデルデータを今ちょっとキャプチャーしてきたので、かなりカメラが早すぎて。すいません。ちょっとあの 環境によっては早すすぎるかもしれないんですがこれがいわゆるデザインモデルではあるんですが、はい、あのほぼほぼ完成版に近い状態ではあるんですけど一見あのすごく作り込んでるように見えてるんですがあのポイントとしては今回あのリピートとシンメトリーがすごい多いので実はあの1個の,あのパーツ っってていいうのがいくつかあってそれが複数コピーされてるだけとも言えるのでその最小単位がああのまあ今見てのとおりひたすらリピートだったりとかあとも完全なシンメトリーとかこの表紙にするとすごいですねなので組むのはすごい早いですね<ー>であのこの辺のそのパーツレリーフとかはあのデザイン用にストック をしているのでそこから引っ張り出してきて配置したりとかっていう形なのでなんであの結構シンプルなデザインではあるかなとはあ,あでもすごい綺麗だと見飽きないというコメントもありましたよそうなかなかこれはよくできたモデルかなと思います<笑><笑>なるほどなこれもう一個のって出るんですかあはい ちょっとじゃあまた画面を一回すいません QT の変換に時間がかかるものでちょっと今じゃあもう一個の方を用意しますよいしょ大丈夫ですかねちなみにこの絵とか何か <laughs> <laughs> すいませんねちょっと僕のマシンがボロすぎて <laughs> 出してるうん。一応東京をモチーフにしながらいろんな国のランドマークをあの入れてったっていう印象なんだけどそうですねやっぱりあのそのためにも外国のアーティストの力を借りて。 それを我々が1個のコンテンツにまとめるっていうスタイルはまあ他のセクションでもあの多かったと思うんですけどまあ日本初のコンテンツっていう形であくまでもあのまとめてるのは我々日本のスタジオという。ちなみに設定資料集出してほしいみたいなコメントも来てますよ。 他にもいいろろ機会があればね,ねはいはいそこにでも劇場のパンフレットにもある程度またいくつか載ってるんでしたっけちょ,ちょっとすみません載、まあ、てないですあの割と素材が私のはかぶっちゃってるので最後にこれを出すというのもあれなんですけど渡たしましたちょっと2個目の方をご用意できましたんで、はい、切り替えはい流しますこれはどういった <laughs> さっきのパーツ の集まったまあちょっと汚いシーンなんですけどもあの前からデータベースでこういうのまとめようと思ってるんですけど最終的にシーンの中でこうやって並んでた方があの見やすいというのもあってここで組み合わせたりもできるので割となんであのここから持っていってデザインを組み上げていくっていう形ですね。 すごいなんかモジュール式と言いますか。そうですね。なんであのここから新しいものをどんどんパーツを利用して楽しそうってあります。あのなかなか見てると自分でも楽しいんです <laughs> はい。どんどんだから増えてってるってことですよね。そうですね。あ,<ー>あのこのデータが雑に並んでるのはその増えてってるからなんですけど。 まあこういう形であの 3D でデザインをするっていうところではまあいつも新規で作ってるわけではなくてほぼここ一個作ったら次のあのしに利用していくみたいな形で割とコストさかなくても新しいものができていくかなとなるほどはいあありがとうございますじゃあ画面を切り替えてください、はい、ちょっとあのまあ本当 木さんと井出さんのお話が本当、今までの、なんか僕が取材してきた、いわゆるあのアートの方々とは、本当、3D と 2D の垣根をこあの取っ払ったっていうのが、本当、新しいやり方だなっていうのが思ったんですが、まあ、あの第 2BD さんとしては、今までもやってきたっていうことなんで、ちょっと、なんか、もっといろいろ見せてほしいなと思いました。 どかありがとうございますみませんちょっとあの僕のマシンがへっぽこで時間が押しちゃったんですけどありがとうございました。といょっとます <laughs> でじゃあ続けて、えー、とアセットの話になれればと思うんでスライド1回あの挟んでいただけますでしょうか。 はいすごいですねなんかちょっと新鮮ですね CG ワールドニコ生としてもあのこうドリスじゃないですけどあの <laughs> 人が入れ替わるっていうのはもう改めましてちょっとまたアセット周りのところお話しできればと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますじゃあまずはえっ、ー、と鈴木さんから自己紹介順番にお願いします、はい、今回ですね背景周りのアセットの取りまとめディレクションを行いました鈴木ですよろしくお願いしますよろしくお願いします 続けてお願いします、えー。プロップスーパーバイザーの岩永です。よろしくお願いします。ちょっと、まあ、あの、えっ、ー、と、井出さんのお話,お話しいただいたところからの。クロスフェードみたいになると思うんですけど、はい、あの、背景エンバイロメントのアセットっていうのはどういうふうに作っていかれたんですかね。そうですね。まあ、最初にですね。まあ、プロットがありまして、まあ、事前に、まあ。 アセットのソースの見積もりとかをしまして、まあ、当然長編なので映画ということもあって相当な量が必要でしてで当然まあ内部のスタッフだけではちょっと手が届かないのでかなりまあ外部の会社さんにご協力いただいて今回まあ最初に言っていただいたとおりデータとかも全部お渡ししてたりするので過去のベルサスの時のトレーラーとかですねさっき流れてた会議室のデータとか普段そういうことはしないんですけどもう中で 作ったもの出せるものを全部外にお渡ししてもう最初にターゲットというかこういうのを作ってくださいっていうお話をさせてもらって先ほどまあ流れたトレーラーとかですね背景周りのまあさっき流れてない以外にも結構もっとたくさんあってですね1 6ロぐらいあってそれをまとめてつなげて編集したものをもう丸ごとお渡ししてこういうのを作っていた,だけたいただきたいんですけど協力してもらえますかっていう話からですねさせていただいて。 ちょっとあの記事の方にも載せたデータあの良かったです、はい、あのアートほど重いデータじゃないんで僕のマシンも耐えられるようになったんであの画面じゃあ切り替えていただけますかねちょっとあのランダムにはなるんですけどあのどんなものがあったこれはどういったデータですかね、はい、これはまあちょっとーガですねまあ外交とかえっ、ー、とまあ家臣とかと謁見する間になるんですけど結構もう重たいデータなんですけどこれもえっ、ー、と こっちでラフのデータを作ってそのデータをもとにまあレイアウトとかカメラを組んだりするんですけどまあラフはこっちで組んでコンセプトはこっちで固めた上で外に外注さんに協力していただける会社さんに渡し,してこういうものを作ってくださいという感じでリバレンスとかと一緒にお渡ししてますねでこれが実際にこんなふう,う風になる、はい、そうですねまあ本当あのコメントやばすぎってありましたけど本当ディテールがすごいですねなるほどな 当然 BG の場合は映る範囲がすごい広いので、すべてのディテールをこちらから提示するのってすごい難しいんですよ。なので、かなり協力していただいた会社さんにも提案していただいたりとか、かなり助かりました、ね。これはあのどういったものなんですか、ね、提示すまあ最初にこちらから渡したデータと一緒にデフォルトのシェーダー群とかを渡してて、当然、最初言ったように会社さんがすごいたくさんあるので、ルールがバラバラだと。 最後に取りまとめができなくなっちゃうんで基本はこちらからシェーダーとかもデフォルトのツリーとか全部渡してこのルールにのっとってくださいよという形でなので基本テクシャを貼ってるだけっていう状態なんですよなるほどなそうすればこちらでも編集ができるのでそれがあのここにはこういったものがそうですねなので最初に使用書っていうのを渡してるんですけど百何十ページかあります結構ガチガチに縛ったかなと。 何か何から書こうみたいなのが逆そこら辺でも慣れ、ね、そうですねまあ結構機械的と言ったらあれですけどああまあ風呂に乗っかれば一応慣れてもらえば結構スムーズにいったんじゃないかなと思います,ここですね,の間の後ですねこちらは内部のスタッフがですね 自分でまあ線画描いたりしてディテールを先方さんにお渡し,したりとかこれはアートじゃなくてあ<の>あ背景側<景><画>で線、ね、そこら辺も、まあ、あのハイディテールゆえにだから何、まあ、でしょうオペレーターにならない主体的にできるディテールはどんどん提案していっていいものは採,、はい、採用されるみたいなで<っ>外部パートナーさんにもそういうところも。そうです なるほどな事前にお渡しできるのがもうローモデルとコンセプトアートだけだったりするときもあったので一応作業させてもらいながら徐々にディテールを詰めていったりという形だったのでつはいにはい、はい、必要に応じてこういうのを用意したという感じです、まあ、いろんなデザインを検証されて,て、まあ、これだけの細かいなって思っちゃうんですけどねすごいな、まあ、これも使用書みたいなものですかねそうです 基本まあ登録していただいてここから作ってくださいねという形ですうんうん、うん、これはまたあのえっ、ー、とオートの方のシーンですかね,すねまあコラボした企業さんとか目立つロケの BG なんですけどでこれが実際のそうですね結構最初はどの企業さんが入るかっても全く決まってなかったのでなので BG の方に直接まあ隙間というか看板入るスペースだけ多めに用意して あとこういうあの、まあ、背景見せといいますか、背景を主体で状況とかシーン見せるみたいなショットだと、はい、もうアセット班の方でショットワークまでやってしまうみたいなこところかなと江、ね、さんの方からも、ここビーチ店だからカメラやってみないとかいう話もったりとかやっぱり、ね、違うんですよあの、背景に愛を持っているものな<ー> <laughs> るほど まあ、こう見せたいみたいのも、やっぱ、作ってもらった人、結構あったりするので。うん、そこも反映させてもらいました。なるほどな。これなんかも、そういうショットですかね。ねなんかでも、映画っぽいなって思いますけど、ね、こういうの。<laughs> ありがとうございます。結構、もう。あるんですか。そうです。まあ、本当、ひたすら <laughs>。 もうセンスを磨かれてってことだとま、まあまあ、最初カメラが決まってない段階でチェックするときって自分でカメラを置くので,で当然チェックもプレゼンだと思ってるんでんまあよりよく見えるようにカメラつけますし当然ライトも自分でつけるんでなるほどあありがとうございますじゃあちょっと画面切り替えお願いしますちょっとあのほんけ結構な物量ですもんねそうですね <laughs> もう自分の頭の中にしか入ってなかったりする時あるんで僕が何かあったらどうするんだろうみたいな<ー>引き継ぎもそこまでできてなかったりするね <laughs> 当然記録には残してるんですけど伝えられないだろうなっていうなるほどなちょっとあのプロップにいければと思うんですけどえっ、ー、と窓アーマーのところですかねえっ、ー、とちょっとまずは。 すいませんまたあの画像を展開するんで少々お待ちください、はい、ちょっとあのプロップどういうふうに作業されてたかっていうところをあのお話しいただければと思うんですけどはいえー、っと他のチームと同様にあの外部の会社さんと一緒に作っていったんですけど特に今回はあのアートの段階で詳細にあの書いていただいてたんで使用書と あのかつて我々が作ったアセットとお渡ししてそれでもい大体あの言葉は少ないですけどあの理解していただいてそれで作っていただきましたね結構あのプロップハウザーはひときの少数性みたいなところがあったみたいに <laughs> 取材の時伺いましたけど BG もねあそうですねかなり実は2名2名なんです BG2 名、まあ、メインで,です、ね、ほほえんでらっしゃいますけど <laughs> なるほどなブロックも2名みたいなすごい、はい、そこらそ少ないってコメントが出てますけど <laughs> <laughs> 少ないです <laughs> しかもまた、うん、あのちょっと県人みたいな方も多いですよねあの何々県とか、ねまあ、最後の半分の時はもうキャラの方に手伝ってもらったりとかうんうスクランブル状態になると何でもやりますみたいな <laughs> またし,ました。こちらもえっ、ー、とはいこれはいきなりすみませんディテールの設定みたいなところ来てしまったんですけど、えーすねえー、とゲームの実機さんとすれ合わせしましてであとこちらのアートさんとあと外部のデザイナーの方と、えー、それぞれ、えー、協力して描いたあの図になります。 はあのゲームよりよりディテールとか設定を、まあ、追加っていうか拡張しなきゃいけない面があったってことですかねそうですねあのキングスグレーブではあのオリジナルの仕様になってますあのはい劇中に登場するマドアーマーが、はい、<laughs> ゲームの方でもあの実は何パターンかあってですねキングスグスレーブオリジナルというよりは あのいくつかのパターンの中の一つをああなるほどなるほどこれが通常の状態そうですねはいでこういうふうにモなるの、ねはい、っていうインソムニア陥落作戦用の仕様っていうとですね都市部のうん、はいうん この辺だからそのまあリギ,リギングも含めてプロップ班の方でやられてるってことですよね、はい、そうですね、はい、おちょっとまあパラパラ漫画みたいですけどこういう形で変形するように、はい、なるほどちょっと一瞬また画面切り替えていただいてもいいですかって、はい えともちろんプロップっていうからには窓アーマーだけじゃない、まあ、当然の話なんですけど、えー、とちょっとまたじゃ別のものをおいはい画面切り替えお願いしますこれも劇場に登場するこれはベルサス時代に作ったものをあの少しずつアップデートしていきまして今回仕上げました。ですねこれ イフルハイム帝国。ちょっとやっぱり「ファイナルファンタジー」って本当なんかだからいろん、まああのアートのところにも出ましたけどいろんな,なんか地域だったり時代のデザインがうまく混ざった独特なものになってますよねな,なんというか。そうですね。これは特にあのとてもあの インフラハイム帝国のデザインラインを象徴するものだと思いますねかなり初期からデザインがあったものなんで、うん、なるほどこういう細かいところもそうですねあんまり触れられないですね <laughs> 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 はいさらりといきます、はい、これは武器のプロップってことですよね、はい、く,くり あれあれですね、あのー、警備兵が持っているです、ね、はいはいはいそこら辺、あのー、ちょっとあのプロップとしてのだから組織としても何か特化した部隊っていうのが内部にいらっしゃるんですよねあのーはいあのー、モデリングからあの一応リーディングまでやってるんですけど、うんまあ、できない部分はあのー 他のセクションから手伝っていただいて、できるところだけやっています。の B. G. B. G. とプロップで。結構明確に分かれてて、プロップって、あの稼働部分が多い。ものを扱う。セクションですなので少しリグの知識がないと。なかなかできない。舞台ですね。なるほどな。B. G. の方は、えー、大きなデータを。扱う。タイプなんで、ちょっとまた。あの。う違うんですけど。あ、出ましたね。 これが小物な飾りまあソーシングっていうんですかねまああと時計だったりかなり細かいですよねあのそうですねあの作る段階でもあのバブ用の意識して細かいディテールまで作るようにはしてますけど<ー>さすがに今回はムラがありますっていうか このモルボル君がですね、うん、めちゃくちゃこだわりがありましてあのプ,ラプラスチックの,あの成形のバリが <laughs> ああそうなんですねへえそこまでモデリングしてもらったってあの別にこれ僕がご了承したわけじゃなくて <laughs> あの皆さんに乗っていただいてそこまであのこだわってもらったっていうじゃあその気になったらまさに こういういのがプリントあんまり言うと、またプロデューサーに怒られるんですけど <laughs> これはまたサインと言いますか、あの…まあ、首都にいるデモ隊のプラカードの、まあ、ちょっとデザイン的な話ですよね、だから。そうですね、これは、あのー、あプラカードか、はい、プラカードですね。<laughs> ちょっと手,手書きっていうか手作り感を出してほしいっていう話で、あのー、作ってもらいました手書きのもあ,ありましたねはいありますあと文面はあの外国のスタッフの方に考えていただいてうん全然違う絵に行ってますけど <laughs> すいませんあの <laughs> ファイル名順に出てる <laughs>、はい、これもプロップの中でめ珍しいというかあの映画ならではなのかなあの結構あのこういう表現ってあの まあ、あえて急にコメント増えましたね。<laughs> 出さなかったりするところを、お腹が空いてる時間なんですね。<ー> <laughs> ディレクターからのちょっと注文が多かったですね、特にこれは。ああ、そうですか。そうですね。美味しく見せないといけないんで。日頃の、まあ、いわゆるプロップ、これもプロップっていうんだっていう方が、ちょっと面白かったですね、確かに。フファァイナルファンタジー15って あの食事も結構テーマにったんであっなるほどなるほどの15の方のテーマの食事をあのキングズグレーブでも何か入れたかったなっていうのがあってあのこの、まあ、串焼きですねここは串焼きと言っておきますけど、はいはい、串焼きをこだわって作ってもらいましたじゃあ画面を戻していただきますかすいませんププロップの数 どれくらいなんでしたっけ？れっっ役は超えてると思いますけど、でもキャラクターもそれ以上あったりしますんで、まだまだ大丈夫だと思います。<laughs> まだ大丈夫だ。<laughs> だ大丈だっ <laughs> こっちはダメです。<laughs> <laughs> まだ大丈夫。<laughs> ちょっとっキャラハンドクローに比べればっていう <laughs>、はい、意味です。ちょっとねいやだからあの本当。 まあ <laughs> このキングスグレーブの一連の取材させていただいての、はい、僕のなんかなんでしょう認識を大きく逸脱するところが多いんで、あのなんか勉強になります。あのあこういう作り方もあるんだ。あ<ー>、なるほどな。ちょっとぜひ第二 B.D. ちょっと変わってるかもしれないですね。僕らはね、うん、はい。普通の,のプロダクションとは。ちょっと独自路線を歩んでっていただければと思うんですが、はい、はいはい、あのちょっと駆け足になりましたけどありがとうございました。ありがとうございました。 じゃあえっ、ー、と次のパートに行きたいと思うんでまたスライドを表示お願いします。 お待たせしました。また、新たな、ほうのけが <laughs> 現れました。よろしくお願いします。ますえっと。<laughs> じゃあ、えー、っと、順番に自己紹介。はい、はい、お願いします。えっと、キャラクターセットアップと、えー、っと、シミュレーションのディレクターを担当します。えー、っと、濱田と申します。よろしくお願いします。よろしいしええ、アニメーションの、えー、っと、ディレクションを担当しました、澤田と申します。よろしくお願いします。 ちょっとあのすみませんあの押してきたんで,で、ね、実際もう、はい、絵を見ながらいければってもんですが、はい、じゃあ画面の切り替えお願いします。はい、はい、ちょっといきなりなんだこれはみたいな <laughs> あのクイズみたいになりましたけどこれはなんどんな絵なんでしょうかこれはキャラクターの素体と呼ばれるまあリグのベースですね。うんうんうん。まあ人みんな形状は違うんですけどみんな同じリグをしているんで同じ動きをするようにしています。 なるほど,なるほど移植もしやすいようになってますね。はいはい、こちらは、えーとですね、右がモデリングされた、まあ、ハイポリゴンのモデルですね。えー、あじゃあいや今左ですではい、はい、右が、えー、とそのハイポリゴンモデルを動かしているリグですね、まあえーと。右で左のモデルを動かしているという感じです。なるほど この辺結構でもセットアップもまあ当然あの同時並行でっていうところであのモデルがフィックスするまでってところであのどこまでやっておこうかとかが悩ましいところもあったんじゃないのかな、ねまあ、モデリング期間結構長いのでちょっとそれをずっと待ってたらまずいのでまず関節位置だけ決めてもらってでそこから骨変いてアニメーターに渡すという。 アニメーション作業を始めてもらってちょっとまあモデリングと並行してセットアップも始めてる感じですこれは交換のそうですねまあこれも同じくまあ左のハイモデルを右のローモデルで動かしているというじ同じく、はい、これはまあでも群衆も結構細かいなみたいなそうですねリグ、まあ、的にはメインキャストまあニックスとかと変わらないものなんで正直まあメインキャラよりきれいに動く なるほどなるほど、はい、これは筋肉のそうですねこれはニックスのマッスルシミュレーションですねなるほどな、まあ、マヤの機能のマヤマッスルを使ってやってまして、はい、でこれが、えー、ニックスの足の裏のシミュレーションですねでこれがね、えー、とマヤの機能の N クロスを使ってシミュレーションしてます そうういやっぱりあの表現に応じてそうですね<ー>シミュレーションしないと多分足の裏が多分ニックスはあの土踏まずが結構グイッとあなるほど普通に立つと向こ,うの向こう側の景色が見えちゃうんでなるほどなるほど、はい、自然地だからねああなるほどはい、はい、でこちらがフェイシャルュウですねすごい、はい、でも 実際これが動かしたそうですねこれも多分デフォームチェック用だと思いますまああんまり笑わないニュクスも結構がっつり笑ってます、ね、すごい、はい、よく動くな、はい、これはえっ、ー、とフリ,リファレンスのですかね,すね目の動きを見る,は、まあ、見るためのリファレンス動画ですね同じアングル違いということですねはいこれはヘアのそうですねこれヘアシミュレーションの 作業中の画面です、ね、結構あのなんて言いますかあのえっ、ー、とそうですね <laughs> で <laughs> すごい大変ですねこの,このただ単に毛が生えてるんじゃなくてその毛の毛の際途中になんかアクセサリー的なものついてるんでそれもちゃんとシミュレーションしてこれが。 レンンダリングスーだがこういういうに見えるで、ねはい、でさっきの,あのちょっとあの分厚くなってるのだからその干渉とかを踏まえてのものってことですよねどこまで影響するか、はい、あのだから分厚くなってんだよみたいなところだと思うんですけど、はい、同様にこれはこれも同じくシミュレーションルーナのシミュレーションヘアシミュレーションですねすごい本数が多かったととても多かったと。<laughs> <laughs> という,ようにちょっとあの声もだがら鑑賞のところを考慮して、はい、で実際あちょうどレンダリングの方がなかったんだ <laughs>、はい、そうだったでこちらはニックスの部屋着のクロスシミュレーションおお<ー>た、まあ、これもボディと同じくまあローモデルでハイモデル動かせるまあ多分一番右がハイモデルなんで一番左が多分シミュレーションしている時の名刺ですねって言っても多分あんまりハイ レンダリングされるモデルとかあんまり割りは変わらないです。ほ<う>いっぱいシワを出すために多分すごい割ってます。はい。これはニックス戦闘衣装のクロスシミュレーションの名品です。結構あの当然あのリアルな表現っていうのでであのファイナルファンタジーらしさってまさにこういうマントっぽいとかあのすごい。 あの服のパターンの一部がすごい長いので、うん、シミュレーションも大変、うん、アニメーションもですけど、大変だったんじゃないかなと、そうです、大変ですまずまずもう、下から着てる服からシミュレーションしてって、ますなるほどな、すご、はいあ、どんどん <laughs> お、お疲れ様です、はいい、ちょっとゲストが、<laughs> ゲストというか、仲間、応援が増えてきましたね。 交換の、ね、これはクレイラスっていうキャラクターのクロスシミュレーションモデルですこれが多分一番大変だったと思いますねシミュレーションにああ<ー>すごい重ねにしているので確かに何段階に分けてシミュレーションしてやっとこうできるって感じですねちょっと画面をじゃあ切り戻していただけますかはいでこういう、ま、とにかく なんでしょうあのセットアップ的ななんでしょうまあこだわりといいますかどういうふうにやっていこうって心がけられたんですかねそうですもう日頃から人の関節の動きとか人の服くの縛の芝の動きとかって研究してるなるほどなあはい すません続き、ねね、<laughs> それはそれ,っそれはなぜかっていうのはちょっとあえて割愛し, <laughs>、はい、しときましょうかはい僕にもわからないことがあるんで。はい <laughs> 誰かが来たといいうのは正しいですね <laughs> ちょっとあの実際そのセットアップを踏まえてアニメーションで動かすああもちろんその前にあのキャプチャーみたいな工程もあると思うんですけどえっとーまあアニメーションってところでお話しいただければと思うんですけどあのまあえっと何て言いますかあのどう動かすかみたいなところで事前にあのちょっとあの本番のデータが来るまでにってところでいろいろ検証を もう時間も設けられたたっってことだったんです伺ったんですけどどうういったた検証されてたんでですすかね、はい、そうですねそ、えー、プロジェクトの序盤は、まあ、アニメーション実際つける作業がなかったので、うんまあ、ワークフローを、まあ、ア,ウトアウトソースに出すためのワークフローの、まあ、開発ですとか、まあ、アウトソース先に便利に使ってもらえるようなツール開発とかしてたんですが。うん まあ、キャラクターの演技のイメージっていうのも、まあ、序盤でいろいろチームを組んで考えてましてでまず、えー、とプリプロの段階で、えーとまあ、主人公ニックスっていうのは決まってたので、まあ、ニックスがどういうアクションをするかうんどういう魔法をするのかっていうイメージを、まあ、数十秒のイメージをー、まあ、作品になるようなレンダリングまで あったイメージはあの作詞しとしてちょっと待って、もらっていいですか？あの座は作んであのどうせだったらちょっとあのご挨拶をはいはいあの飛びリアルな飛び入りゲストですねあの本当に僕も いいですか。はい。<laughs> あのねみんなの話を純粋に聞きたくて聞きました。<laughs> <laughs> なのであの黙って聞いてますんで、皆さんと一緒に <laughs> 元気です。ありがとうございます。<laughs> じゃあ自己紹介をお願いします。<laughs> はい、あのファイナルファンタジー15ディレクターをしてます田畑とゆう <laughs> <laughs>、はい。よろしくお願いします。<laughs> ありがとう <laughs> でもみんな仕事に戻れっていうコメントが多くて。<laughs> <に> <laughs> 今の。誰に？ コメントが多くてですね、タバさんにうん、うん、あ、俺にはい <laughs> みんないろいろ心配してるなるほどちょっとでも見させてくださいよ <laughs> 今ね、あの終わるギリギリ前になんとかこうちょっと来たかったんでねはいじゃあちょっと見てってくださいはい、わかりましたはい、はい、あ、じゃあちょっと、はい、すみません、あの皆さん頑張ってくださいすみませんあの、あの、邪魔しまして <laughs> ゆっくり見てくださいはいあ,のありがとうございますありがとうございますすごい、あの、うん 本当ざわつきの理由はオープンしたる理由ははい玉田畑さんがいらっしゃったってこと。<う>ありがとうございます空気が変わったのが、ね、<laughs> 出ましたかね <laughs> ありがとうございますちょっとあの <laughs> びっくりされたと思うんです <laughs> ち,ちゃったんで初そこらへんでちょっとじゃあ画面僕のモニターに切り替えていただけますかちょっとあの文字見にくいとまあまず見えないと思うんですけどまあこういうあのちょっと動きのよああの読もうとしなくていいですよあの <laughs> ちょっとだからあの、はい、ぶ分解しててったってことですよね,うすねこういう表を作ったりとかまず「キングスグレイブ」と作品はまあ見ていただいた方のコメントもある通りありとてもリアルだって言ってくださるんですけども、うん、まあ,あ動きとしてのリアルって何かって本質的なところをまあ序盤でアニメーター同士で話し合いました、はい、でまあそんなこうテクノロジーの技術的な部分ではなくて えと感情表現、人間そのものの演技ってどんなのよってところを、えー、とまずあのいろんなハリウッドの英語とかですね、まあ、今回、はいえと、ハリウッド外人さんみたいなキャラクターが多いので、えー、と分析しまして、まあ、それを、まあそうですね、文字化していったという作業ですね。で、初めにその演技って何って、例えば舞台の演技もありますし、映画の演技もありますと。と でも日常の人間の表情のまあ動きっていうのはそれと違うんじゃないかとか <laughs> 今回目指すのはそのお芝居をする演技なのか実際生身のその世界にいる人が活動している動きなのかってところをえと話し合ってそれぞれのまあ演技だったら演技実際の無意識な表情だったら表情どういうふうな動きになるのかっていうのをこうつぶさに。 うん、参考映像を見ながら分解していったっていう、えーとまあ、ブレストみたいのをちなみにこれはまたあの、えー、と別のこれはプリプロ段階で、えー、とバトルプランニングと、まあ、チームで言ってたもので、うん、まあ今画面の右に映ってるのがニックスなんですけども彼がどういう魔法ってでどういうエフェクトになって。 でどういう、まあ、ライティングのこの映像をギュッと凝縮したイメージを、えー、とみんなで作ってた時のです、ね、これもプリプリ、ね、そうですねそうあのあと面白いのはプリプロとおっしゃるんですけどプリプロクオリティじゃないですすねあの今回プリプロしつつもあもプレゼンもしなきゃいけなかったので <laughs> 各所に、はい、こういう部分はあのしっかり作ってますね まあ最終イメージにできるだけ近いものを当時作って、まあ、みんなでゴールの目標にしたっていうのも、うん、あの込めていると思いますこれもあの戦いの時にどういう動きをするかみたいなそうですね、まあ、彼の、えー、と自分の武器を持ってでどういうふうに敵と戦うか例えばそのプリプロ段階では、まあ、世界にもいろんな剣を使った武術があるので、うん、まあそういう。 数々の武術を見ながら、えーと、どこにも偏らないような、この世界でマッチするようなアクションってどういうもんじゃいっていうのをブレストしながら、こう実際に CG で具体化していきましたイヤボナ、な補足しますけどあの、一つ前のやつもそうですけど、あのとアニメーション化されてて、これ紙、うんあの、紙雑誌向けの素材として、静止画になってますけど、ああね、本来はアニメーションしてるといす これはどういったあこれはですねえっ、ー、まあフェイシャルの研究をする時にアニメーターが自分で自分でそのキャラを演じてみてまあ自分の演技を分析して CJ キャラに落とし込むっていう、えー、と作業を <laughs> <laughs> してましたもう各アニメーターやっててで僕も演技したんですけどちょっとイケメン度で劣ってこちらが最後の作 <laughs> あそういうチー <laughs> ムライでもあったんですね,ねなるほどこれは一転して使用証そうですねあの今回あ,のあらゆるセクションがアウトソースの会社さんにお手伝いいただいたんですが、まあ、アニメーションで使うえっ、ー、とノードをピックするためのインターフェースがもう画面の左にありまして、うんまあ、この赤枠で囲ったこの部分を選択すると、まあ、右で書いてあるような図の、えー、と今回は 大野県のマスクですねマスクのこの部分がこの数値だと上がります下がりますとかそういうのはまあ図式化したマニュアルになりますあのマニュアルもかなりアニメーションのマニュアルも分厚くなったんじゃないですかねそうですねあまりに分厚くなったんで、まあ、ファイルいくつか分解して、まあ、フェイシャル編とかリグ編とかなるほど分けて管理してましたねこれはあの、まあ、今回えっ、ー、とセリフは 英語ベースだったので、われわれ、ディレクションする側は日本なんで、日本人でもまあ要所要所の発音をチェックしやすいように、まあ、ネイティブなあの感覚はないので、まあ、要所要所、ポイントポイントに絞ってチェック項目を設けた、まあ、これは社内向けのマニュアルのようなものです。ど これは先ほど申した社外向けのいくつかファイル分けたマニュアルの中の一つですね。ちょっと僕も英語を読めないんですけども。あ、いっちゃいましたね。<laughs> これはなんだえっと、<laughs> <laughs> あの、プリビスというかアニマティクス的なものですか、ね、そうですね。アニマティクス、まあ、社内ではこう、レイアウトフェーズなんか言うんですけども、まあちょっとこの表情がまだ動かないような。 えとキャラクターで、まあ、ボディーには、えー、とモキャップデータが入った状態のシーンが、うんまあ、レイアウトのフィックスデータとしてきますとカット割りとかカメラワークとかを決めるデータです、ねあはい。そうですねはい、これがこう<あ>アニメーション段階でこアニメーション段階ではそうです、ね、フェイシャルデータも入りまして、まあ、最終のライティングで見える表情に <laughs> <laughs> 近づくようにマヤ、まあ、で V レイを使ってフェイシャルチェックをしました。 あの本当ちょっとマニアックな話なんですけどアニメーション段階でだからここまであの要は質感までチェックするっていうのも本当僕初めて聞いたんですけどそうですねとてもとてもコストがかかっちゃうんですけれども <laughs>、まあ、ちょっとシガとかスペキュラーの入り方でこの目の表情が変わってくるのでひげ、まあ、とかあと筋肉の動きとかもあるのでちょっと V レイで今回はチェックを基本としました。 同様にまた別のカットでこれがね本当は動画でお見せしたいんですけれどもこれがこうなるちょっと3分間クッキングにりますけどでもこれさらにだから部屋もこの後入ってくるってことですもんねこれあくまでフェイションいやだわすごペアの作り込みが半端ないなーっていうのがで表情の動きが 完結しないと、部屋のシミュレーションもかけられないっていうステップがあるので。うん、表情を完璧にフィックスさせてから、次の工程にお渡ししてます。ああ、で、これは LOD ですかね。あ、まあ、なくいっちゃっても。まあ、話すと長くなる。各用途で、あの、一つのニックスでも、複数のモデルを用意して。まあ、作業の最適化を図ってますというサンプルです。 先ほどのアートの方でありましたけど実際アニメーション段階であの設定通りにあのこういう動かしがするよみたいなののこれはまあサンプルみたいなのですかね,すね、まあ、複数パターンありますよっていうところで、うん、アニメーションでもこのキャラクターこの場面でこのパターンっていうのが結構複雑で魔王の剣もふく、えー、たくさん出てくるんでそののキャラによってもかぶり方を変えてたりはするんですねなんで結構そう 管管理理が大な情報管理がしかもあのまたさらに芝居するか時間軸での,のその、ね、確認もっていうのがすごい大変だったの、はい、チェックする側としてはもう全部かぶられちゃうと誰が誰だか分からなくなっちゃって <laughs> <laughs> ちょっとデータ開いて誰だみたいに見たりすることもありましたあ,、はい、あとは当然だからあの一つ前のカットではどうだってたかみたいな <laughs> あ<の>そうなんですよね 当然ディテイハイディテールなものを動かしたさらに情報分岐が複雑になるっていうのが、はいはい、だいぶ事前にその設定が決まっていればいいんですけど、うん、結構それぞれがこう近いところで情報決まりましたでバトンでくるので、うん、直前になるとどうしてもちょっと慌ててしまったっていうのはあ,ああすごい4000人突破した<ー>そうですよ こんなマニ <laughs> そ違うあのほんとに多分 <laughs> 市場のニコなのでは初めての素材ばっかりですあと話もそうですけど皆さん楽しんでますよね大丈夫ですかあのシュールすぎるって思われてもシュールで楽しいでああでもパチパチってきてますよ<ー><ー>タバティス効果てさすがですね <laughs> <う>これはもういいんですか、はい はい。はい、あ、じゃあ画面戻してください。すみません、ちょっと本当あのまあ断片的なデータばっかりなんで、あのミッシングリンクはあのつなぎ合わせるのは視聴者の方も大変だと思うんですけど、<laughs> はい、じゃあちょっと押してるんでありがとうございました。ありがとうございました。はいました、どうもさ。 いよいよちょっともう駆け足で恐縮なんですけどいよいよ最後のパートになります、はい。改めてお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、塩谷さんから自己紹介をお願いします。はい、えっ、ー、と今回エフェクトのディレクターをさせていただきました吉田と申します。よろしくお願いします。<laughs> えー、岡森さんお願いします。えっと今回コンポジティングとポストプロセッシングの、えー、スーパーバイザー えっと最終品質管理を担当しました渡守と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まああの,他のパートの方々とも同様だと思うんですけどやっぱりまああのハイディテールな表現あのまたさらに外部パートナーさんと交えてあの作っていくっていう意味じゃどういうふうに作っていくかっていうところの仕様を固めるみたいなところも特にあの皆さんのような下流いわゆるワークフロー,ーでいう下流の工程みたいなところだとより複雑になってくると思うんですけどまずはちょっとエフェクトからまあ絵を あのメイキングの絵を見ながら振り返っていければと思います。ちょっとじゃあ画面の切り替えお願いします。下田さんこれはどういったものになるんですか。えっとですねこれは魔法の一つのまあレギスが使うサンダーですね。サンダーのえー、っと設定書使用書になります。どういうルックなのかですとか、うん、えっとどういう効果が得,る得られるのかですとかまあどういうそもそもどういう設定で出ているのかとかそういうことを。 えとドキュメントにまとめてまあ、あのー、最終的に、まあ、今まで話に出てますようにいっぱいの協力の会社であの害、ー、虫の会社の方にお願いしていますのであのー、それでやっぱりこういう単純な煙ですとかそういうものでしたらあのー、物理的な現象は結構あのー、説明がしやすいんですけれども言葉で言うとすぐに伝わるというところがあるんですけれども、まあ、こういう。 魔法系になるとなかなかそれが難しいっていうのが結構ありましてこちらがどういうルックにしたいのかどういう設定にしたいのかということをまあ社内の方で何度も何度もブレインストーミングしてそれでこういうふうに最終的にドキュメント化してでまあこれあの日本語なんですけれども英語のドキュメントも同じように用意していましてそれぞれをあの国内だったり海外のえと協力会社さんに渡してでそれであの 意識の共有を図っていく、こういうエフェクトなんですよっていう、まあ、データももちろん渡すんですけれども、まあ、言葉で言葉とデータだけでは伝わらない部分をこの、このような形でドキュメントにして、意識の共有を図っていったっていう形ですあとの、エフェクトでリアルにどう表現するかっていうところで、はい、多分あの物理的な現象をどう込めるかみたいなところがあって、あの取材の時に、ねはい、伺いましたけど。はい、そうですねあの 例えば魔法にしてもただ光るですとかただ何かが出るそれだけだとどうしてもやっぱり説得力に欠ける部分があってそれをどうやってその説得力をどうやって上げていくかっていうのが今回この「キングス・ブレイブ」のエフェクトで大きなあの挑戦というかテーマの一つの部分だったんですね。そそれれれででもちろんあのそれぞれのエフェクトに対しててたただだ光るる何かが出るではなくて どうしてそういう光るるののかかどうううしてそ、うん、それが出るのかそういうところをせあの,設定の部分から一つ一つ積み上げていって物理的なその何て言うんですかね裏打ちというか、うん、そういうものを、まあ、例えばあのよくブレインストーミングの時もやったんですけれども、うん、あのファンタジーではあるんですけれども、うん、物理的な現象っていうものをすごく意識していて、うん、いろんな物理現象を YouTube とかで探したり、うん、そういうものをいろんなものを参考にしながら あの最終的にそれはどういう物理的な裏打ちができるのかっていうところを何度も何度も話して例えばそうですねえー、っと <coughs>、まあ、この今画面に出ているサンダーでしたら、まあ、あのニックスのサンダーはまず10だっていう,う10がベースになっているただ手から何かが出るではなくてあの。 敵に当たったっところから銃がそういうでさらにそのただサンダーが出るではなくて、うん、まあ雷が出たらそれが当然周りにも影響していくっていう、うん、そういうあの影響というのは物理的な説得力で大事かなと思ってましていろいろ放電周りの環境に放電していくですとか地面に放電していくですとか。 もちろん火花も出ますし火花が出れば当然それは地面に当たってあのコリジョンしてコリジョンをしてぶつかってすぐには消えずにちょっと地面をコロ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 行ったりですとかそういう細かいところの物理的な一つ一つの説得力を、えー、と積み重ねてクオリティを出していこうということを考えていましたねちょっとぜ是す既にあのご覧になったって方もそういう思いで <laughs> 見てほしい動画をしていただけると。 今回実は魔法をあの近代兵器に置き換えて表現しようっていうコンセプトが裏でありまして、うん、そういう意味合いでそのあの銃だったりとか、えっ、ー、と実はファイヤーを手榴弾にしようとか、うんうん、まああの実際はそうじゃないですけど、あのそれを目指そうみたいな、うん、そういう形でやってきました、ね、なるほどな。なんかそういう見方でいろんな表現見返したくなるやつ今の話聞くと、なるほどな。これはまたあのちょっと話が一転して。 <ん>えっ、ー、とツールですねはいあ<の>そうですねエフェクトのツールでこれはですねえっ、ー、とちょっとまあしも,うもはや文字,読め,文字読めないと思うんですけどどういったものかみたいなところをなんか一個前の見たかったみたいですよあ一個前ですかパワーアップはい<笑><笑>じゃあ5秒ぐらい映しておきましょうか <laughs> でもあの話をす。ツールの話よりこっちの話をした方がいいです、ね ワープですはあのー、まあワープっていろいろな解釈ができると思うんですけれども例えばすごく高速移動ですごく速く動くことで、あのー、距離を瞬間的に移動するっていう場合だったり、うん、そういう解釈もできると思うんですけど、うん、今回はそういう高速移動ではなくてもう、あのー、空間と空間を 圧縮するような形で空間を切り裂いていくような形で1点から1点に何ですか、ね、高速移動ではなくて本当にもうテレポーテーションですねうん、うん、そういうのが、えー、とベースのコンセプトになっていましてでその空間を圧縮することによってすごくそのワープを使う人間にとってはあのダメージを体にすごく負担がかかるんです、ね。そ、うん、それによっってそのワープが終わった あとにいろんな現象が起きるっていうところがありまして、うん、例えばまああの今も出てるんですけれども火花が出たりですとかあとはまあ体にダメージを受けるので、うん、例えばこれもあの劇中でじっくり見ていただければわかると思うんですけれども、うん、あのダメージを受けてすごく体が高熱になってそれによってえと蒸気がスチームが出たりですとか。うん 他にはそのちょっと体にダメージを受けて皮膚に血管の血管が浮き出たりちょっと皮膚が燃えたりとかうそういう細かいディティールが追加されていますあもうあのコメント拾ってくれて「野添さんありがとう」みたいなコメントを聞きたいっていうコメントあ,ありがとうございますちょっとじゃあ見やすいものの方が需要があるんですかね <laughs> ああのの ui をあこれはあの <laughs> エフェクトの実際作業例だと思うんですか。そうですね。はい、はい。これは、あの、先ほどお話した、まさにワープの実際の作業画面になります。あ、マックスって質問ありましたけど、あ、あ<ー>そうですね。あの、フーディニー。ですよね。はい、ですね。えっ、ー、と、今回、このキングスグレーブのエフェクトでは、割と封じに対応していまして、うん、まあ、あの、最初はマヤが多かったんですけれども、だんだん封じの割合が多くなりまして、うん、っていうのがやっぱり。 あのまあとても一本の映画っていうことなのですごくショット数も多いですしあと <coughs> ショット数が多いっていうこととまあ誰でもがあの一人の人ができればいいっていうことではなくて誰が触っても常にあのすぐに使えないといけないっていうことがありましてっていう面で「ーフーディンっていうソフトはすごくあのプロシージャルの理念,理念で作られていますので例えばもう。 ショットが変わってアニメーションが変わったりキャラが変わってもその変わ,変わったアニメーション情報だけをアップデートしてやればもうすぐにこの一連の動作が作れるようになってます例えば一番この画面の右側に何かあの四角いものがずっと連なっていると思うんですけれどもこれはこのワープの中でまあ先ほども言ったように火花ですとか煙ですとかいろんな要素があるんですけれどもそれを ショットが変わってもアニメーションを変えるだけで全ての,あの火花のシミュレーション煙のシミュレーションそしてそれ,それらのレンダリングがもうボタン1個で自動で連なって,てできるようになってるんですねこうすることであのたくさんのショットも対応できますしもうあの作業者が変わってもそのアニメーションだけを変えればクオリティのブレがなく同じような結果がすぐに出せるもちろんそのショットごとによって いいろろ微調整は必要なんですけれどもまずは7割8割のところまではもう何も考えずにすぐにいけるっていう,うん、うん、そういうところで風人のプロシージャンの理念がすごく便利でそれでどんどん風鈴が今回対応した理由になりますね。なるほどなるほど実際にこれがまあちょっとあのほ本と1フレームなんで <laughs> 分かりにくいと思いますけどはい。 逆にあこれはあのサンダーの方はまあ最初に作られたからマヤでっていう,う、ねはい、あのさっきアニメーションのパートでも話があったと思うんですけれどもこれプリプロとして作ったショットでして <laughs> それでまだその頃はマヤメインでやってましたので、うん、はいマヤでやりましたただまあマヤでやったからといってその悪いとか、うん、もちろんあのメリットデメリットそれぞれありまして、うん、これもあの 前ですけれどもとてもプロシージャルな考え方では作っているのであの今そうですねこれも右側にいろんなパラメーターがちょっとまあすごく見にくいかとは思うんですけれどもあるんですけれどもこれはもう弊社の方で全部サンダーのプロパティを独自に作ってもうそれあのこういう動きをさせたい時はこのパラメーターこういう風なえっ、ー、とルックにしたい時はこのパラメーター全部。 それぞれコントロールできるようになってますので、まあ、そういう意味では封印ではないですけれども。非常に、あの、フレキな作り方ができているかなと思っています。なる,ほどなるほど。実際が、さっきのブラー内状態だと、まあ、本当、あの、コメントにありましたけど。これでプリプロ化っていうのが本当 <laughs>。すごいですね。はい、また、あの、えっ、ー、と、物量が多いところだと、あの、ちょっと、まあ、根本の話にもなってくるのかなと思いますけど、こういう入居で。 利用してってっ、ね、そうですね、えーっとまあ、この花火のシーンですけれどもやはりショット数がかなりありましたのでこれ一つ一つ 3D で作っていったら、まあ、間に合わないだろうなっていうのがありまして、うん、これは入符、えー、の画面なんですけれども、まあ、ベースの花火だけはまず 3D でもちろん作るんですけれども、うん、それを例えば正面から正面のカメラからフロントカメラからレンダリングして。 それをこのような形で、入クで 3D 機能ありますので、入、うん、クの中にカメラを読み込ん,で,うん、うん、で、それに整体するような形で、入クの 3D カード置いていけば、まあ、これ、もう1回だけ 3D でレンダリングすれば、うん、大量の花火、どのショットにもすぐに配置していけるという形で、これでもう1日何ショット5ショットも10ショットもという形で進められましたね。 こんな感じといやでもここも冗長あっていいシーンだなって <laughs> あの思いましたありがとうございますちょっとこれはあのまああまり詳しくは言えないんですけどあの <laughs> はい、はい、<laughs> じゃあちょっと画面を戻してください <laughs> 今ディレクターから <laughs> 失礼しました <laughs> ちょっとじゃあ 続けて根本の話に行ければって思うんですけどす、はい、よろしくお願いしますここはあのご用意いただいた動画を見てもらいましょうかねなんかこの番組収録前の30分ぐらい前にムービーが欲しいって言われて <laughs> <そ>れ <laughs> 急遽作ったんですけど <laughs> ちょっと欲しいあいや、はい、あそうですか雑で申し訳ないあいやとんでもないですちょっと待ってくださいね今じゃあその秘伝のやつをちょっとあ今じゃああの 立ち上げる前にあのコンポジットのところもあのどういうふうに三段つけてっていうのがかなり取材の時に印象的だったのが非破壊のコンポジットみたいなコンセプトが挙げられましたけど、はい、どういうふうに作られたのかってちょっと冒頭野添が申し上げましたように三、えっと、章同時っていうプロジェクトだったんで、うん、やっぱそのフィニッシュワーク等々含めて。 えっと最終ルックをベイクするのにすごいリスクを感じたんですよね、うん。で装着約110分ちょいというところで、うん、まあもしそれが野添が土壇場でリテイクといったら全部やり直さなきゃいけない、うん、で実際それがスケジュール上成り立つというかもうそもそも危険をすごく感じたのでまあとにかくベイク、まあ、これあのもう。 ベイクする、うん、あるいはその余分な情報を捨てるっていう行為になってくるので取り返しが効かなくなるじゃないですか、うん、ですからそれをいかにしてフレキシブルに、えー、と情報を保ち続けて、えー、とこれでロックっていうタイミングで一気に消化するっていうところを、うん、<laughs> 考えるとまあ,あのそこはベイクの解説をしてほしいベイク、えー、と焼きつける <laughs> はい。 しょうないですよね舶来、はい、から来た技法を、ね、日本人で、ね、なるほどちょっとじゃああのムービーのとおりできたんで流しながらいきましょうか、はい、ちょっとお待たせしました画面の切り替えお願いします,、はい、しますちょっとあのどういうものかっていうのはまあこれを見ながらすいません改めて腰折っちゃいましたけど続きのご説明お願いします ちょっと早くて <laughs> けそれだ何レイヤーなどれそうかどういう風に説明すればいいんでしょうね。まあ合成ですよね。うん、合成結構コンポジティングってもうルックを固めて余計な情報を捨てるっていう思想を持ってらっしゃる方も多いんですけど、えっとまあそこを捨てずに最後まで持っていくっていう、うん。 のがベイクです <laughs> <laughs> あとあのあれですよねあ,あれってなんか代名詞で僕が言っちゃいけないんですけどあのシンリニアのワークフローでっていうところで、はい、それにだからあの、まあ、要は 3D 版から上がってきたあの、まあ、ライティングまでされたショットっていうのはもう要は物理的に正しいと言いますか PBR、ね、と言いますか。はい、だからその特性を生かすためには ベベイクと言えばいいのか新、まあ、リニアのまま、えー、とコンポジティングも出力をすうして最終的にはポス,ポストプロさんの方に持ってったんですけどもその状態を受け入れていただけるように、まあ、事前に、あのー、いろいろミーティングとか、えー、と先方のワークフローも改良していただきまして、まあ、私たちがやりたい行為っていうのを実際あのー 受け入れていただいて最終的に仕上げてきます。うんうん、ちょっと待ってもらっていいですか。はい。コメントに反応しないでください。<laughs> <laughs> すごく偉いのですね。<laughs> そうですね。あの味方のはずがあの <laughs> 敵とは言わないですけど、率直なご意見があ <laughs> まあ確かにそうですね。いきなりシ新理ニアのコンポジットの話って言われても一般の方々はまあ寄、ね、りそう派手な,なバークになると思うんですけど。<laughs> それだけまあ新しいというかえっと何て言えばいいですかねす <laughs> <laughs> 難しいですよね、あのー、これでも先ほどのキャラクターのモデリングとかやっぱりその物理計算によって肌をこう見せるとか反射をこうするっていう設定がものすごい時間かけられてるんですよねでそれを受けて まあ、ちょっとあちらにも座ってますけどあのシーケンススーパーバイザーの松村がフィルターをあチェックをしてであの私の方にレイヤーを出力してくれてるんですねでもうそうなってくると,、えー、とモデリングからレンダリングっていうところまでが物理ペースで出た絵だということになりますで私がそこをあの打ち切るっていうところにリスクはすごくあるのでうん、うん そこをそのまんま継承しつつあとは隣の吉田の,あの FX も基本物理ベースでこういう明るさでとかこういう反応でという形でレイヤーが出荷されるので私も、まあ、私の預かるコンポジティングっていうフローであったとしてもそこを壊さずで最終的に壊すのはあくまで野添の GO が出た瞬間というところでいつでもそこがあの戻れる。うんうんうん という形であの対応してきましたでその形式がまああの新リニアという言葉に置き換わるんですけど、うん、そうですね、はい、興味のある方はグーグーみたいな CG ワールドを入て <laughs> あそうですねあのもうちょっとあの細かく話しております ショットで、はい、ちょっとコマ送りで見てった方が分かりやすいんですかねあのどういう構造になってこれが実際の最終的な絵ですよねそうですねこれグレーディング5ですねでえっ、ー、とちょっとコマ送りします、ね、<laughs> また変なこと言いましたね <laughs> あの <laughs> 気持ちは分かりますけどね、はい、これはあのどういった状態にあのまずバックグラウンドの、えー、とレイヤーが上がって できて、えっと、その成分をあの一応紹介したものです。優しいな <laughs> コメントが説明してくれて <laughs>、はい、そしてこれは要素というか反射ですとか屈折ですとかその要素要素に分かれた画像を、えっと、合成していっている途中経過になります、うん、もうこの時点で結構できてるんだねみたいなコメントも結構だから。 ああ環境光みたいな細かい部分ですよねそうですねはいはいはいちょっとまああのコンポジットのプロセスというかどういうふうに重なってるかみたいなところで,すでこの辺でおおよそまああのバックグラウンドとしては成立した画像になります <laughs> うんうん、うん、今あの真ん中たりに線出てますけどえっとそこからさらに えと他のものが重なってってるってことですかね、はい、であのー、私たちの特徴としては、えー、とこういう、えー、とモデルアセットをレンダリングすると同時に、えー、環境の空気の密度それらも計算して取得しますですからあの光源の周りではボーッと、まあ、フォグというかうんそういう空気の 厚みうん、うん、それと同時に色っていうものもそこに、えー、と追加されていきますでエフェクトもそこに合致した形式で、えー、と出るように、えー、とチーム内でコンセあの合意を取りましてこういうやり方で進めていこうそれをまた外部の方に対してもこういう手法でお願いしますという形を取ってクオリティのばらつきが出ないようにしてきました。 で今、雨のシーンなんで、雨が足されて、さらにえと下手側のところだとまあ空気感が足されて,てうそうですかね。さらに、要素がたあとはレンズの効果も入ってますかね、はい、これも実際、いろいろ検証しまして、どういう値で。 うんそのまあ実写に見えるかああなるほどなるほどこれがグレーディングを施した最終的なはいってことですかね、はい、多分そうだと思います <laughs> <laughs> これはまああのエフェクトが介在してますけどこれはあこれはちょっとあの め分かりやすく指示だよみたいなことですかね。結構でもコンポジ 人としても初めてのワークフローになったんじゃないですか。あの、ここまで、あの、その新リニアで非破壊っていうか、徹底するっていうのは、実はもうこのプロジェクトが始まるっていうか、過去のプロジェクトで私たちのノウハウとし,しては出来上がってたものです、ね。ああ、そうですか。なるほど。で、それがなんか暗黙の了解でこう進んでたんですけど、うん、それを実際文書化して。 で各プロダクション様に対してもこういうふうに進めてくださいそういった、まあ、形作っていくっていうところでは初めての体験でしたけども私たちにとっては既存の、まあ、ノウハウですああそ,そうですかなるほどなるほどあありがとうございますい,いえいえちょっとじゃあ画面を戻していただければ そこらへん。そうか。なん、なんて言えばいいんでしょうね。<laughs> 難しいな。なるほどな。すみません。あの。ちょっとですね。これ、いや、あの。どうわかりやすく言おうか。難しいですけど。はい、なんで、ここはもうさらっと。いきますかね。はい。言、はい、ってしまった方がいいと思いますね。じゃあ。 ど,どうででしたでも、まあ、あの外部の方にあの <laughs> あの皆さんとしては確立されたワークフローだとは言いつついろんな会社さんにす、はい、理解していただく何かあの苦労なのか、はい、逆にあのもうすごい理解がは、うん、スムーズだったかってえとまずスムーズだだとは思いますん<ー>で、あのー、コンポジティングってこういろいろあれやこれやこうやってく やるっていうふうに考えてくださってる方もいて、実は新理念はまたキング言ってるめ、あいや違う <laughs>、はい、普通のシジュアルドニコのま,まならの、はい、普通に出てきます、はい。作業をしようとした時に、<laughs> まああの外の方々はこれくらいの作業内容かなって思って <laughs> こういろいろ警戒と申しましょうか、考えてくださってたんですけど、うん、実はこういうふこれだけでいいんですよってお話をすると。 まあそれだけでいいんですかみたいな感じにはなりましたね。あで実際、あのー、何ショットかこう例を見せて私たちのやってることは実はこれだけなんですよっていう話でそれ以上のことは逆にしないでくださいっていうふうにはお願いしました。うんうん、なるほどなるほどちょっといやなんかだからどう波及していくのかなっていうのがあの楽しみですけどね。 うん、すいませんあの,あ,の,あ,のあまり今日はマニアックな話するとそうですよねあの意外と純粋な FF ファンの方が多いっていうことは理解してるんであれ60%でしたっけ、はい、そうですね <laughs> あっ違うか70近くですよ67%とかまた今でただ気づくともう4714まで楽しめてるでしょうかし,しかもあでもどうですかです、ね、<laughs> あの 傾向として一方今4742であのコメント数っていうのが5970であのコメントが多いっていうの盛り上がってるもちろんやじも多いと思うんですけどね,ど <laughs> ね僕今日こ白い服着ただけでこんなに言われると迷っちゃうんですよまあニコ生ってあのそういう服装とかいじられるんでヒゲだったり髪の毛だったり僕もあのヒゲ剃り忘れるとヒゲって言われますからね <laughs> あの 喜んででくれてるはずですよあの楽しんでますよね皆さんあなるほど帝国ってそういう意味か <laughs> そうもう、はい、<laughs> みんな黒い服着てるって言った時点でやべえと思ってあなるほどあもっと聞きたいって来てるんですがはい今あの延長はしましたけど、ね、予定をもうすでに過ぎてるんでちょっとここで一回質疑応答の時間を取りたいと思いますあのまあコメント拾いきれなかった部分もあるんですけどよりあの幅広く あの答えられることは答えますみたいなと野添さんがおっしゃってくださってるで、はい、何か答えられないことは答えられませんと言います <laughs> コメントあの質問ある方お願いします早速入れますかえっと字幕版えっと一応今あのなんとかできないかアニプレさんとお話をしている最中です 答えてる間にすごいコメントが流れてって <laughs> <laughs> そうですねちょっとこれ拾うのが大変ですけどあーでもやっぱり<開><開>上映関数がやったらしまたこれもそれもアニプレイさんの方にあのお伝えしておきますこちらのら市民の声が届けば動くみたいなあるんですかね <laughs> それもあのうちのうちの話ではないのちょっとわからないんですけど、うん 結構そうですね四国でやってくれないかとか <laughs> それもアニプレさんで <laughs> <laughs> すいませんでもやっぱりお伝えすることは僕,僕の方からできるので期待感の表れですよねだからやっぱりみんな見たいありがたいですけどねはいそうですねあとこれも難しいと思うんですけど一番大変だったカットっ野添さん的にまあカットってあでも言えるか、まあ、言えない <laughs> ちょっと今の段階では言えないでもう少ししたら そういうところはお話しできるというか、うちょっと流れ質問多すぎです <laughs>。<laughs> <laughs> 読めないです <laughs>。開発期間はどれくらいってあの最初にわがてましたけど、ねはい、プリプロ込みだと二年半強で、プロダクションワークだと一年強ですね。うん それを110分で、えー、CG アウトの記事の方にもご紹介させていただきましたけど頭はおかしくないです <laughs> 2300以上のショット、まあ、ただあの49社さんそこら辺でもやっぱり、あのーまあ、もう繰り返しになるんで割愛しますけど。あのーはい 結構だからその何でしょう正域なきというかどうやればいいものをこの条件で作れるかっていうのを皆さんが出し切ったってことだと思いますけどねあのそういう美談だけじゃないところもあると思うんですけどす、ねはい、まあ大変でしたけどね本当にね質問がばーって流れちゃって <laughs> あこっち見てもらう方が拾いやすいほです、はい、僕僕が僕は魔法は使えな,使えないです、ね。<laughs> パーティクルは何粒出したんですかってまだ答えて、ね、それは吉田の方から何粒ですかのパーティクルだったんです制作費とかは言えないんですいません質問来てもパーティクルはどうですかね <laughs> あ,あとこれいとこ僕がイノセントに聞いてみればいいんですかねあの1000万ぐらいとかですか、ね、<laughs> 1000万1000万だそうです粒ですね ア何本このキャラクターに読みますけどさっきの話だと3000本一番多いもので3000本以上ですよねルーナ・フレーナーとかですかねアウディはどうされますか <laughs> あ自らあ,<の> <laughs> あれはあじゃあちょっとあれなんで生放送なんであのちょっと話していいですかあの、はい 僕は買えませんよ <laughs> <laughs> 買えませんえ、ちょっとがっかりです <laughs> 僕はあれ放送見た時にあの公開パワハラだと思って <laughs> <laughs> あの人事部に書きこもかった <laughs> いいですね、はい、こういうなんか生ならではのものをちょっと嬉しいですね これがきっと歴史の瞬間になると思うんで、はい、ちょうど目の前にお二人がいるので<れ> <laughs> 明確に言っとこうかなっていう <laughs> 夢がないね <laughs> <laughs> 夢がないねっていう <laughs> すごいなあ,あと何ですかねなんかありますか結構でもそうですね今はちょっと言えないなみたいなああああパッと,パッとスタッフの人数は実はえっと社内で50 えー、全体だとこれが多くてですね、おそらくマックス時に700人ぐらいじゃないかなっていう感じがします。配信日は今、調整中なので、えー、決まり次第あのー、しっかりとお知らせしたいと思いますので、もう少々お待ちください。これ、こんな感じでやり取りしてますか。<laughs> あ あのまた作りたいですかって質問が同じものですか同じいや同じものっていうか <laughs> <laughs> あの同じ思いはしたくないですけどまた何かこういうあのー、面白いプロジェクトがあったらぜひやってみたいですねうん、はい、あとはあのなんかだからこの、まあ、ちょっと1個嬉しいのがありましたね家族で見に行っていただけたとあ,<ー>ありがとうございます <laughs> お親子の物絆ですからねおちょっとね多分ねあの皆さんもあでもパチパチってきたからここで一回 <laughs> 来た方がいいかもです,です、ね、はい,あ,いす <laughs> あの,、はい、あのちょっとあの尽きない話が尽きなくなってきたんですいませんあの半ば強引で恐縮ですがここで一旦区切りたいと思います 野添さんはじめあの第 2BT の皆さんあのご協力ありがとうございました。ありがとうございました,といましたはいといとうことで盛りだくさんの内容です、ねね、もうゲストもたくさん出ていただきましたし、はいはい、声の出演で言ったらさらにたくさんの人に出ていただきましたし田畑さんにも出ていただきましたし、ね。も 今なお、ありがとうございますはい、いありがとうござましたではですねえと皆さんにはこのまま引き続きちょっとお付き合いだいてはい次のコーナーに行きたいと思いますはいでは次のコーナー「沼倉のよもやま話」でございます沼倉さん今日のテーマは飛ばしてもいいんですよいえいえいえあそうですかはいやらないと逆に怒られちゃうかもしれないですからああなるほどねいいこと言いますね ちょっと待ってくださいね、安倍さん、どうでしたか、指示ワード、ニコ生じゃなくて、きょう、ニコ生み見てて感想を、き今日ねあの、じっくりと見させていただいてるんですよね、いつもあの僕あの、皆さん、お話しされてる間に、いろいろな細かい作業をちょこちょこちょこやったりしてるんですけど、ねえー、今日はですね、救ンさんにお邪魔させていただいて、そういうのにすべてあの解放いただいてますので、なん <laughs> でリラックスしてるの <laughs> じっくり見させていただいてて。 です,かすごい、あのニコラマいいですね、c g ワールドニコラマって。<laughs> <laughs> ああ、そうですか。ちょっと待ってください。ね、いいですよ、ね、<laughs> いいいいまこことでですすねねね言も本当に、ね、ののタイミングじゃなけど、ね、多分来週ぐらいにはあの、はい、弊社の 機材担当の役員さんから回ってくるはずなんですけど。はい、ぜひ。<laughs> そうですよね。このままじゃあ、あの、あいつ組んだみたい,いますもん、ね。すいません。ちょっと待ってくださいね。<laughs> <laughs> そこを安倍さんに、だから、頑張っていただきたいんですよ。どうですか、あの歌でも初披露。いいね、はい。いやいやいや。でも、そんな。<laughs> この放送を汚してはいけない。<laughs> <laughs> えっと。何か話しましょう、僕らで。あ、大丈夫です、大丈夫です。お待たせしました。<laughs> はい。お待たせしました。<laughs> はい。今日は、とある映画を、あの、来月公開の映画を紹介したいと思います。じゃあ。あ,ね、あ、はい。ちょっと、あの、準備します。すはい。じゃ、あ流します。はい、愛する息子を守るために。 一人の旅人が命を奪われた,われた残された子供はジャングルで育てられたの愛しいモーグリそれがあなたよ。 Can't learn to run with the pack. One of these days, you'll be someone's dinner. When was it we came to adopt man into the jungle? The cup is mine. Does my face not remind you of what a grown man can do? Man is forbidden. Run, Mowgli. It's no longer safe for you. But this is my home. Only man can protect you now. You are a man cub who wants to live in a jungle. How do you know that? Kid, I got ears. My ears got ears. Forget about your worries and your strife. What's that? That's a song about the good life. Stop at nothing until he has this boy. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. I'm Mowgli, and this is my home! Never forget, no matter where you go, you will always be my son. はい、ありがとうございましたすいませんあの <laughs> 僕のマシンが <laughs> も,もう笑うしかないみたいになってますが、はい、ちょっと音声的にお耳苦しいところがあって大変失礼いたしました、はい、あの8月11日にあの全国ロードショーとなるコメントにもあったんですけどあのディズニー映画の「ジャングルブック」っていう作品になりますえー、と、 ジョン・ファブロ監督、えーとまあ、アイアンマンシリーズとかが有名ですけど、ご自身もあの役者として出られたりする方ですが、はいあのー、ちょっとです、ね、今あの、CG&JP で,で VFX メイキング取材できないかなってやり取りしてるんですけど、先日、試写を見てきて、すごいあのいい出来だなって思って、はい、ここはちょっと簡単に作品自体を紹介させていただければと思います。 えー、紹介しましまままたた音声についいてはすすせせん、ま、た沼倉のせいです <laughs> ちょっと,、えー、っとまたじゃあ画面切り替えていただいてよろしいですかはいあのー、さっきあのコメントにもあったんですけど、あのーまあ、当然「ジャングルブック」っていうんであのまあ平たく言うとターザンの原作みたいなとこアニメのアニメーションのターザンの原作みたいなものが題材になってるんですけどあのー えーと環境もアンドアート基本的には動物、まあ、あの主人公以外は、まあ、3D でほかんもう再現している作品ですね。はい、よくできています。 よくでできていいますすとしか今言いようがないんですけど、えー、とリード VFX はあの、まあ、ロンドン中心に今バンクーバーやモントリオールにもスタジオがある MPC がやっててであの途中であのクライマックスの方で類人縁の,ルイジンンの、えー、とモブみたいな表現がありましたけどそうするとあのあの実写 VFX の精通している方のピンとくると思うんですがあのウェタデジタルがあの2番手というかそういう表現のところで あのリードしてるで、えー、っとちょっと海外だとすでにメイキングの記事とか情報出てて、えー、大半は MPC の方であとはまあもちろんその2社以外にも何社か参加してるんですけど MPC でリードしたショットは1200ということでしたはいあのまあ少し前だと「ライフ・オブ・パイ」とか思い出しちゃうんですけどあのまたこういうキャラクターを そうですねあの今回あの「キングスグレイブ」だとあのキャラクター人間キャラクターの表現って言われましたけどあのこ,こちらはあの動物の方ですごいかなり突っ込んだあのあのドラマ表現のところもやってますんでぜひのこの流れであのハイエンドな表現でここまで来てんだみたいなところを興味持った方は作品としてもあの普通にあのあのご家族で楽しめると思いますんで見ていただければと思います。あの ちょっと素人的にびっくりするんですけどここら辺もあの当然あの、えーと「神手の狼はスリ」はフル 3D なんですよね。雨降って髪の毛毛触っちゃってキャラと接しててすげえなとしか言わないんでちょっとマニアックなようなんですけどあの、まあ、そんなことを抜きにしてあのすごいいい作品だったんで見ていただければと。 仕事の神が気になります。僕 <laughs> の、あのちっちゃい子供もいてですね、あの、いいんですよ。すいません、あの、ちょっと駆け足になりましたが、はい。あの、ぜひ、ちょっとあの、メイキングもできないかなと画策してますんで、引き続きご期待ください。えっ、ー、と、か、カメラを戻していただけますでしょうか。ありがとうございます。はい、沼倉の山の話でございました。<laughs> ありがとうございました。はい。すみません。 <laughs> すいませんいすいませんしか言えないですどうしたんですかどうしたんですか <laughs> せっかく皆さんがよくやってくれたのに僕のマシンが変な音 <laughs> はい、はい、じゃあ次回はぜひ頑張りましょう <laughs> 次はですねそうですねあのマシンが新しくなってまはまあまあま、ね、<laughs> あまあまあまあいやいや、はい、アウェーというのはもったいないとてもいい環境なんで本当ありがとうございます、はい、優しいですねいえいえ そうです制作時、優しかったんですか？<laughs> <laughs> 急にふんだな。<laughs> いや普段は悪魔のような。<laughs> <laughs> そういうクリエイターとしての妥協なきってことですもんね。えー、優しいですか？ああはいはい、はい、真実は一つってことだけで。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。さあさあじゃあはいさらっていきまかはい。<laughs> CG ワールドからのお知らせですね、はいはい、最新号のお知らせをまずはさせていただきましょうかね、CG ワールド216号、まあ今日これだけあの <laughs> ご紹介しているそ,そこもですね、はい、安倍さん、ちょっとですねあの僕ね、準備したのが全部一回落ちたんで、<laughs> 大丈夫ですあのあのあの、キングスグレイブのアートやーセットのような重さはないんですぐ戻せますが。<laughs> 一瞬待っっててもらっていいですか一瞬待ちましょう。ちなみにですねあの、はい、このご紹介のコーナーではあの CG ワールド216号のご紹介とですね、はい、あのデジタル造形2016という本もですね6月に出しましたのでそのご紹介と<あ>、はい、そこままでいきますかいきますよ、ね、さらにはですねあの CG ワールドがちょっとあのコンテストをですね共催<お>、はい、という形なんですけどコンテストをやらせていただきますのでそちらのご紹介と,というのをさせていただこうというのがこのなるほど はいお知らせの時間帯なんですけれども、まあ、その瞬間にこの俺のアップでいいのかっていうのはあるんですが <laughs> あい,いいですよあの <laughs> はい大丈夫ですかえっとどれからいきます C G ワールドからいきましょうか本社<あ>のマシンが今表示しているのが<本>はい<本>、はい、それそれにするっていうふうにしましょうかなるほどじゃあ本社からいきましょうか、はい、えっとお待たせしましたはい <laughs> はい えっとまさにキングスグレイブの、えー、映画公開と同時に、えー、216号が発売になりました。ありがとうございます。い <laughs> <laughs> 本当ですね。あのなんかもう完全僕ら便乗なんですけど、まあお話まあ当然あのこういう作品が発表になった後とから注目してたんですけど、その公開日が7月9日で、も本当はもう。あのもう お話いいただぜひみたいな <laughs> この号でこれは一緒にやるしかないっていうのでういやちょうどあ,の <laughs> ありがとうございますもう表紙まであのちょっと書き下ろしていただいたりして感謝してます、えー、はいあのえー、っと本当かなり今日もちょっとかなり駆け足でやったんですけど本当載せきれない情報が多くて今回は第 2BD の皆さんが具体的にどういうふうにクリエイティブワークをしたかっていうところを本誌では紹介していますはいえー、っとまあ えーっとアートからあの今日の流れの順で順番に寄ってますけど、はい、あのより詳しく解説してますしあの画像も豊富にいただけたんでできるだけ大きく載せようとか頑張ったつもりですんでちょっと立ち読みしにくい分厚さなんですが <laughs> あの、はい、ご興味持った方あのね <laughs> そうですよ、はい、ちょっとプロダクション年間っていう分厚いものがあるんですけど、はい、あの電子版もあるんで。 ぜひ、まずはちょっと試し読みみたいなところ、あの、シジャード JP のところでもサンプル画像、今流してるのもあるんで、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。一転して第2特集の方はちょっとえー 3年年年前前2 2014かから始めたちょっとすみませんあの試行錯誤でまだ自分たちでどうしていこうか <laughs> 試行錯誤してるんですけど CG 業界で玉虫色みたいなところあってで実際 CG やってる人たちでどういう人が多いんだろうって僕らも気になったものでその白書っていう切り口であのアンケートを 元にあのちょっと毎年若干テーマを切り替えながらあのどういう読者がいてどういうことを考えてるのかっていうのをデーーータベース化したシリーズ企画企画画にに年次なります、はい、今年はちょっと,あの、えー、とインタビューみたいなところもあのその年やってるんですが今年は海外修了経験アーティスト座談会って言ってですね 多分ここに出てる方々実際キングス・クレイブリーですよねしかも元同僚ですああもう方もいらっしゃいますよねはい、はい、まあだからそうですねハイエンドっていうと当然海外の特にハリウッドとか北米でやってる方プロダクションさんの経験の方まあだからいい感じで回ってきてるのかなと、ね、もちろんあの今なお向こうでやってる方もいますし そういうところでコラボレーションがどんどん膨らんでいくとあの日本日本初だけどそういう海外の H を生かしてっていうのできると思うんで期待してます、はい、そんな特集以外にちょっと一転してあの、まあ、日本独自っていうところでこういうセールシェーディングの CG 表現っていうのもあの本当日本人のクリエイティブってすごいなって思うんですけど今回はですねあの、まあ、こういうのだと美少女表現のところがあの今までは定番だったんですけどあの女性向けの えーとはいまあ、ゲームですね、あの,のものの PV を神風動画さんが制作されたんですけど、かなりよくできてるっていうんで、あの全公平の2回に分けてのメイキングになってますとか、えーと、ちょっとまたこれはあの他社さんですけど、あのバンダイナムコさんの,あの、はいえー、どういうふうに動きをつけてるかっていう技術的なところを分かりやすく解説するみたいなとか。 えとこれも短期連載なんですけど一つ前の号でえとメイキング特集を組んだ「ムーム」というフル CG のやつがあるんですけどそれの,あのマーザーアニメーションプラネットさんマーザーさんもキングスクレーブ参加されてたかと思うんですがそうですねあのご協力いただきます <laughs> はい,はいそういうまた別の作品でどういうふうに作ってたかっていうメイキングになりますはいで一転してアニメ CG まあセルシェーディングのところですね、日本独自のところでは、爆音という作品のメイキングにやったりとか、はい、であの分厚い犯人ちょっとく黒いのでよく分かんないですけど、あのえー、と安倍さん、はい、382社高は、こ年しはい、記録更新した、ね、そうですね、去年から44社ぐらい増えてるんですよね。<laughs> いやでも日本、いっぱいあるんですねって思うんですけどね。<laughs> はい、それでも紹介式出てないところだってちょっと来年どうしようか真剣に今悩んでるんですけどあのついにあの要この分厚いのがつくがゆえにちあの毎年7月発売後っていうのがすごい分厚くなっちゃうんでこれ以上分厚くなるときっともうあの、ね、あの落として怪我したみたいなクレームやっても困るんでどうしようかなと思ってるんですがあの、えー、と年次本として創刊18周年ならであの試みの付録もついてますんで。 ぜひご覧になってくださいこんな表紙でやってますはいありがとうございます続きましてはいデジタル造形2016ですね CG ワールドの一瞬ちょっと画面を切り替えていただけますかすぐすぐ出しますよ僕だってすぐに出せるんだ出してねえじゃんみたしてどかな 本当ね、怖いっすね。やっぱデジ,デジタルは怖い。ちょっとすいません、あの、えっ、ー、と、サンプルの画像が出しにえっ、ー、と、JP のページの、そうですね、そこで,でよろしいですか。はい、さらりとり、はい、お待たせしました。切り替えお願いします。ちっちゃえよ、みたいなね。えっ、ー、と、<laughs> こっちでなんとかしますね。はい、拡大しました。 安倍さんこれれどう紹介すすばいいですか、はい、あの絶賛発売中ですというとがご紹介できればいいのかなという。<laughs> いいですね、はい、デジタル造形。はい、6月下旬に出した、まあ、これもあのちょっと今 CG ワールドでえーとゲームグラフィックスのえと年間本とアニメ CG の年間本、うん、過去1年にどういう特集軍隊、どう作品がっていうので3本目の柱みたいなところでっと昨年からあのデジタル造形 ちょっとあの言葉として汎用的すぎてイメージつかないかもしれないですけど要は 3D プリンティングする 3DCG モデルを 3D プリンティングして、まあ、一番多いのはあの、えー、と商業、えー、とガレージキット問わずのまあフィギュアのものでそれ以外でもちょっと CAD 寄りなところの話とかも載っています、はい、そんなものが出てますよというところですかね,、はい、すねあの書店さんでももちろんですけども Amazon さんとかでも買えますので、はいはい、ご興味ある方ぜひともと。 いいとあともう一つは最後お話ししましたけれど先ほどお話ししましたけれどもコンテスト CG ワールドも今やっておりまして、えー、と主催はですね DMM フューチャーワークスというですね、えー、皆さんあのちょっと前話題になりましたけど。 XJAPAN のヒデのホログラフィック映像を見れる劇場ということで少し話題になった VR シアターというのを運営している DMM フューチャーワークスさんと CG ワールドの方で一緒にやらせていただくコンテストが7月の8日からスタートしております、はいえー、まあ賞金50万円もらえるですね VR シアターで流せるコンテンツを皆さんで作ってみましょうというようなコンテストになっております。はいうの、はい せん、はい、越ながらわれわれがお手伝いさせていただいておりますのでぜひ皆さんエントリーの上でですね作品を作っていただければと思います詳しくはサイトの方を見ていただければと思いますので、はいえー、こちらの方もぜひ皆さんご参加くださいはい、はいえー、CG ワールドからのお知らせは以上でございます、はいえー、最後皆さんお待ちかねの視聴者プレゼントの発表ですねはい、はい、今回の視聴者プレゼント沼倉さん何になるんでしょうかえっとですね すいませんあのアウディってきてますけど <laughs> ちょっと,、えー、と野添さんと吉田さんで中央で持っていただいていいですか、はい、すいませんあのはいえっ、ー、と劇場の反則用ポスターになるんですかねこれははいそうですねはいポスターでございますはい、はい、こちらをですね今日は3名様にプレゼントということで ご提供いただきましたしかもあのサインをしていただけるということでよろしいでしょうかありがとうございます。ありがとうございますサインということでポスター3名様。あっ、太郎さんもありがとうございます。太郎さんも入れていただけるということで、ありがとうございます。と、あとは CG ワールドですね。CG ワールド、先ほどお話したドンキの CG ワールド、こちらも5名様。ドンキって言うと、ちょっとお店みたいなものですけど。 はい、狂気の C. G. ワードです。<laughs> まあ、<laughs> それ、本当う、間違った。はい、はい、プレゼントです。はい、はい、え、ポスターありがとうございました。<あ>じゃあ、おら、はい、いただいて。はい、はい、一旦、じゃ、こちらで。はい。こちらですけど、毎回、あの、ツイッターの投稿が、あの。応募方法というふうになりますけれども、はい、キーワード。を決め、決めなきゃなんですけど、どうしましょう。今日、キーワードは。これは、もう。ね、だって、もう、劇場公開して、ばっかりで、まあ。 便乗している CG アード216号としてはもっと知っていただきたいんで作品名でよろしいですよねじゃあカタカナで「キングスグレイブ」でお願いします。「キングスグレイブ」「キングスグレイブ」「ですキングスグレイブ」とカタカナで書いていただくのと、はいえー、ハッシュタグ CGW アンダーバー CH これをつけてですねツイートしていただくという感じですね。はい、はいえー、一応23時59分までと書いてありますけれどもまあ 時間もこんな時間ですので <laughs> もうちょっといはい1時間ぐらいはい延長したいと思いますので、うん、あのふるってコメントくださいはいよろしくお願いいたしますはいということで第20回いろいろありましたけれども <laughs> <と>以上でそうですねいやあのー、すごいあっほ頭森さんありがとうございました39で <laughs> <laughs> どうまあすいませんあのそれだけちょっと僕らも無茶なお願いしたんですけど場所を貸していただきつつさらにもう田畑さんにまでお越しいただけてあの箔がつきました。<laughs> コメントもあの5300あ視聴者5300超えてきましたからね。うん、<う>すごいですね。さすが。 キングスグレイブ展示でファイナルファンタジーという作品のまあ魅力の強さだとファンの多さでも現れたと思うんでね、新しい試みをどうあの拡張していくかって第 2BD の皆さんがしていくのが当然これ、秋にゲームのリリースもあるわけなんで楽しみにしたいところです。はい。はい、ありがとうございます。 いかがでしたかか放送 <laughs> なんかすごいリハもギリギリ10分前までやってたんですけど <laughs> すいませんちょっとあの僕がなかなかあの戻ってこれなくて <laughs> はい、はい、どうしたかあの吉田さん渡森さんもうなんか出番順に最後までそこで座るみたいな目になってしまっていや結構緊張しましたあいやいやでもすごいお二人とも一番また複雑なところを分かりやすく解説するっていうのも大変だったと思うんですがあの これに懲りずまたいろんな形でよろしくお願いします。あの大野県の皆さんもよろしくお願いします。はい。ねあまり言うとボロが出そうなんで。はい。もう散々出てます。はい。音声トラブルは僕です。はい。僕のマシンと僕のせいです。はい。とじゃ最後の税さんまあ締めじゃないですけど今日の感想と皆さんへのメッセージいただいてもいいですかね。 あのかなり延長してしまったのであの皆さん寄っているとかもあったと思うんですけども最後までお付き合いいただいて誠にありがとうございました「あのキング・スグレイブ・ファイナルファンタジー15は」は劇場の方で絶賛公開中ですので,あそうです、ね、あのお友達を誘っていただきながら見ていただけるとあの嬉しいかなと思いますよろしくお願いいたします でも、あの映画、劇場見に行って、あのグッズがもう売り切れだったから、ぜひ、報してくれみたいな、そ,なね、それ、プロデューサーのミスですね、<laughs> 言っときます、それだけでも、だから、きまあ、ぜります,あありとますっと、田畑さんにもあの、ぜひあの、今、戻ってきていただいたんで、コメント、メッセージお願いします。はい いや、すごい勉強になりました僕 <laughs> あんな感じで作ってるとはねあの知ってるつもりでも知らないことばっかりだったんで皆さんと同じぐらいあのカタカナもよく分かんないのもいっぱい出てきたんであ <laughs> とでいっぱいググんなきゃいけないなぐらいな感じで勉強になりました <laughs> はい皆さんも楽しんでくれてると嬉しいと思い嬉しいなって思ってますであのちょっとだけ真面目なコメントをするとあのおかげさまでキングスグレイブン無事に一般公開が始まりまして えー、我々の想像以上の本当に高い評価を頂い,いておりますでその声がまたそのチームは今 FF15 を皆あの一緒にまた作っているんですけれどもその作る活力にもなっていて、えー、より最高のゲームを作るための,あのいい公開となりましたなのでおかげであの我々も今すごいテンション高く作業してますのでここから先さらに劇場公開を見てくれる,くれるお客さんを 増やしながら FF15 を完成させたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。もうあのそうですね、あの真理にやって検索するんじゃないかみたいな <laughs>、ね、話も出てました、はい、ほとんどカタカナですね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、どうもありがとうございました。もう飛び入りでご参加いただいた多分さん、はい、もあり,ありがとうございます。はい。 じゃあ、今日の放送以上ということで、はい、はい、大盛り上がりの第20回ありがとうございました。次回21回はですね、8月の10日あたりでお会いできればいいかなと思っております。はい。はい、本日は皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。皆さんさようなら